六角皆さん、こんにちは、アシェでございます。この動画は、今から約5年前に発売された、信長の野望、大使、ウィズパワーアップキットの、ゆっくり実況プレイ動画である、徳川の猛攻をしのぎ、天下を狙う。この実況プレイを元に作った、真田の部活の活躍を描いたゆっくり茶番劇の総集編です。この実況プレイは1600年関ヶ原の戦いシナリオ、真田家で開始。当然のごとく、徳川家康は関東に大きな所領を持っており、真田家は、信濃、上野の一部を所有。上田城、真田城、岩櫃城、沼田城と4つの城を持った状態で始まる。そして、真田に隣接している勢力といえば、北信濃と甲斐に城を所有している浅野家があった。そして、そこから1年3ヶ月が経過し、その間に関ヶ原の戦いが起こり西軍は敗北。徳川家康は石田三成らが持っていた近畿の所領も増やし、大勢力を築き、真田家は、沼田城をイベントで徳川に取られたものの、関ヶ原のどさくさに紛れて浅野家を滅亡させ、その人材と領土を手に入れていた。しかし、いかんせん徳川との国力差は大きく、ここまで徳川とは講和期間があったので、攻められていないけれども、それが切れた今、真田に猛攻を仕掛けてくるのは明白。合戦も無印版と比べ厳しくなった PK 版。普通に徳川と戦っては勝てないし、徳川を放っておくと、どんどんと大きくなって、手がつけられなくなるだろうというのが分かっている状況。しかし、PK 版のシステム、軍によって、軍勢が侵入できる数が決まっていて、それぞれが違うというものがあった。例えば、桶狭間ならお互い少ない兵しか、運用できないという具合に、場所によっては貨幣で大軍を倒せるという、面白い仕様が大使 PK にはあった。そこで、真田家は信濃、小諸城を空城にすることで、徳川の大軍を真田領に呼び込む策を使った。この策はまんまと成功。そして、そのまま小諸城を明け渡し、次に、真田領の最も狭い地形である、真田城に誘導を試みることになった。すると、徳川勢は、大軍を真田城に向けてきた。ここでもまんまと策に乗ってきた。これは、能が非常に喜んだ出来事だった。そして、この呼び込んだ真田城のこの時の城主。これが真田の部活だったのである。そして、物語は、ここから、始まる。俺の名は真田の部活。つい最近、この真田城の城主に任命された男だ。俺は、自分で言うのもなんだが、頭も見た目も冴えない男だ。まさかこんな俺が、城主など務められるわけがない。それを、父上に進言したら、朝の攻略が終わったから、真田城はどの大名とも隣接しておらぬ、ゆっくりできてお前も嬉しいじゃろう。というようなことを言われた。この真田の里は、俺が幼い頃から育った場所だ。山が多く、静かで暮らしやすい、父上の言う通り、戦にさえならなければ、ゆっくりするには最適なところだろう。俺は戦などに参加せず、ゆっくりと静かに暮らしたいのだ。それを分かってくれているのだろう。あの父上にしては、なかなか粋な計らいじゃないか。そういえば、さっき父上から文が届いていたな。父上は筆まめなところがあるからな。何もなくても送ってくる時がある。今回はなんだろうな。読んでみることにするか。信勝よ。小諸城が徳川に落とされたぞ。ははは。わしでもしくじることがあるのじゃな。それで次はそっちに向かっておるようじゃ。ちと今体調も優れぬゆえ、援軍にも行けぬ。それと敵兵の数なんじゃが、3万はおるようじゃな。まあ、それでもお前なら大丈夫じゃろう。あとは頼んだぞ。何言ってんだ、この人。何を言っているのか、ちょっと頭が追いつかないんだが。どう考えれば、大丈夫って話になるんだ。大丈夫なわけがないだろう。援軍が来てもダメな気はするが、なんで送ってこないんだよ。父上がダメでも兄上がいるだろう。せめて誰でもいいから送ってくれよ。いかん、眠くなってきた。自分で言うのもなんだが、俺は寝ることで、現実逃避をする癖があるようだ。いや、ダメだ。上兵に守る指示だけはしておこう。なんじゃと。敗れたと申すか、安政が。さようで。信じられぬ。安政が大軍を率いて、敗れるなど。はい、お味方は小諸城を落とした後、真田城へ進軍。城を攻め始めるまでは良かったものの、その後、森林より敵の奇襲を受け、お味方の先行隊は大混乱。一時撤退を図ろうとするも、あちらこちらから敵の奇襲を受け、戻るにも道が狭く、前に出ようとした後方部隊とぶつかり、同士討ちが後を絶たず、なんとか逃れ、川を渡り撤退しようとしたところ、川の堰を切られ、多くの兵が濁流に飲まれることになり、我が軍、死傷惨なしとのこと。なんという間抜けな戦い方じゃ。ありえぬ。そのようなことにならぬよう、地理に詳しい真田信行も一緒にさせたというに。まだ信行に疑いを持つ者もおるようじゃが、この一年の働きを見れば、あやつの忠誠は間違いない。本人はやりにくいだろうが、わしは全く疑っておらぬ。何故、このようなことに。はい。それが、よし、小諸城は無事に落とせたな。はい。それと、先ほど知らせを受けたのだが、今、真田阿波守は病に伏しているらしい。信行殿は、これをどう見られますか？あ、それは嘘ですな。私もその情報はつかみました。この噂の広がり方は、真田の忍びが動いているに、違いありませぬ。なるほど。ただ、その噂を広めて、真田阿波守に何の得があるのか？はい、そこですね。父が何を考えているのか、そこがわかりませぬ。お前たちはいつまで意味のない議論を続けているのだ。真田阿波守が病であろうがなかろうが、そんなものは関係ない。数の差が力の差。踏み潰してしまえばよいだけだ。先の戦いでは、関ヶ原に急いで向かうという事情があったゆえ、上田城を落とすことは叶わなかったが、今回は違う。今回は多少の被害を覚悟の上、上田城に延々と力攻めを仕掛ければよい。それでもさすがに背後から奇襲をもらうのは良くない。近くの真田城を落とすことで、後顧の憂いを断つことは戦の常道。まずは、真田城を落とし、そこから真田の本拠、上田城を落とし、正行を捕らえるということで良いな。お待ちくだされ。恐れながら申し上げますが、真田の地は森林が深く、入り口が狭い地形でございます。大軍が用をなさず、父が戦にて得意とする地形。どうか、真田信行。お前はなぜ私の否定ばかりをする？先ほどの小諸城攻略の時もそうだ。父の策が、とうるさい。私の鶴の一声で小諸城に向かったからよかったものの。お前の言う通りにしていたら、小諸城は落ちていなかったではないか。見よ、この徳川軍の士気の高さを。お前は何故、そうやって水を差すことばかり言うのだ。いえ、ただ、しかし。もうよい。決めた。我らはこれより、真田城に向かう。よいな、安政。はは。とまあ、そのような話があったようで。あのバカ息子がー。そのようなことにならぬよう、大将に据えず、副将にしておいたというに。あやつに少しでも戦の経験をさせようとした。わしの親心がわからんというのか。黙って安政の采配を、近くで見ておるだけでよかったものを。正信、これはまずいぞ。この知らせが各大名に届くとまずい。ここまで地道に気づいてきた我らが基盤、信用が大きく揺るぎかねん。すぐさま、広がるのを止めよ、嘘の知らせを広げるのじゃ。それが、この知らせを忍びから受けた時にはすでに、機内の民たちも知っていたくらいに噂の広がりが早く。真田阿波守が、戦の始まる前から、そうなるよう、仕組んでいたと思われます。じゃと。真田、阿波守。どうして、くれようぞ。それが、その真田阿波守、先ほどの病の話が、嘘か誠かは別にして、兵の話によると、戦場にはいなかったとのことで。ということは、息子の方か。さようで。あの男には何度か会っておる。先の上田の戦での働きも聞いておるが、厄介な男に成長したものじゃ。それが、息子は息子ではありますが、左衛門之助の方ではありませぬ。じゃと。真田城の戦い、敵総大将は、真田の部活という阿波の神の息子だそうで、敵増位、方法の邸で帰ってきた兵の話によれば、森林で奇襲を受けた際、ここかしこで真田の部活を名乗る者が現れて、その追撃は、それはもう恐ろしいものであったらしく、必死で逃げる際、の部活の名乗りを聞けば、漏らしてしまう兵が出てくるという始末で、我ら徳川の兵が、大の大人が、小便を漏らしてしまったというのか。いえ、小の方ではなく、大の方だったらしく。おう。その兵たちは、これは焼き味噌だと、最後まで言い張っていたようです。そうか。まあ、その話は良い。ただ、ここまでの話を聞く限り、これは、真田阿波の神の、何かしらの策じゃな。阿波の神は病になどなっておらぬ、その戦にも、何かしらの策を講じたのは、間違いないじゃろう。ただ、何のために、その信雄とやらがやったことにしたいのか。それがわからぬ。さようですな。ただ、本当に阿波の神が病になっていて、その信雄とやらが、我らの大軍を撃破した。そのことは、全くないとは言い切れぬ。はい。真田の部活。何にせよ、得体の知れぬ男です。警戒する必要はありますな。死力を尽くした甲斐があったな。信雄様ー。いかがした?おめでとうございます。こたびの戦、お味方の大勝利でございます。そうか、よくやってくれた。大義であったぞ。なんというありがたきお言葉。皆にも伝えておきます。さぞ喜ぶことでしょう。そうか、それはよかった。下がってよいぞ。いや、おかしいだろ、ここの城兵。なんで勝てるんだよ。慶長9年1月1日、真田軍は真田城にて徳川の大軍を撃破した後、素早く徳川領内へ侵攻。上野を攻略し、さらに忍城に向けて進軍していた。そして小菅城完成の報告を受けた正行は野営の準備を進める中、真田信雄宛ての文を書いていた。信雄よ、初耳じゃろうが、わしはお前のために城を一つ築いてやったぞ。お前を甲府に住まわせてから、2ヶ月ほどしか経っておらぬが、そこへ移るのじゃ。小さな村はあるが、自然の多い静かなところじゃ。お前も嬉しいじゃろう。場所も小菅という安全なところじゃ。すぐさま向かうがよい。あとは頼んだぞ。これを信雄に届けよ。は。兄上、野営の準備、滞りなく終わりました。それで、敵や衆に対しての備えの方はどうじゃ。はい、抜かりなく。大義であった。忍城での決戦も近い。兵たちには休んでもらう必要があるからの。はい。さて、あとは寝るだけじゃが。どうじゃ、久々に一曲。なるほど。忍城に集結している徳川兵は、約2万と聞いています。兄上には、すでにそれを破る策ありってことですか。無論じゃ。軽くひとひねりよ。さすがは兄上。では、以後では私が軽くひねって差し上げましょう。兄上に負けた試しは、ないですからな。抜かせ。それ、わしから行くぞ。負けそうな時に、盤面を崩すのはなしですぞ。それで兄上、教えてほしいことがあるのですが。なんじゃ。以後でお主に教えることなんてあるかの。それはないですな。真田城での戦いがあった時の話です。おう、そうか。で、何を聞きたいのじゃ。あの時、兄上は自身が病だと噂を流されました。あれに、何の意味があったのか。未だ、わかりませぬ。そうじゃな。それに答える前に、あの戦いにおける真田と徳川の、認識の違いを知っておかねばならぬな。はい。あの徳川の大軍を相手に戦える場所。真田家にとっては、あの真田の地しかない。上田はもうダメじゃ、これまでに手の内を見せすぎた。はい。だが、徳川にとっては違う。狭い地形で、大軍が用をなさない場合でも、互角の兵数で戦えるのなら、勝ち負けにできるという自負がある。そもそも徳川の兵は強い。相手より少ない兵で戦ってきた経験も多い。あの太閤秀吉相手ですら、兵数で負けていても、野戦では負けておらん。まあ、親方様には通用しなかったがな。徳川は純粋な野戦になれば、真田には負けぬと考えておる。真田城は、上田城のように城で戦える作りになっておらん。どの道野戦になる、兵が互角程度なら、いい勝負にできるに違いない。たとえ敗れても損害は小さい。再度、近くで合流し直して、対策を考えればよい。徳川の人間は、そう考えておるのじゃ。じゃが、ただ一人、そう考えない人間が徳川方におる。源三郎、ですか。そうじゃ。源三郎だけは、絶対に真田の地に侵入しないよう、進言をしたはずじゃ。じゃがわしは、徳川秀忠と源三郎、反りが合っていないことを掴んでおった。徳川秀忠は、先の上田の戦いで、どうやら真田家自体に恨みを持っておるようじゃな。徳川についた源三郎に対してもそうじゃ。源三郎には悪いが、わしはそこを狙った。徳川秀忠。わかりやすい男じゃ。嫌いな奴の反対のことしか言わん。源三郎が真田の地に攻め入ることを止めようとすればするほど、こちらの思うつぼになるというわけじゃ。それで、何故、病になったという嘘を広めたかという話じゃが、徳川の総大将が秀忠であれば、何もやる必要はなかったのじゃが、敵総大将は榊原康政じゃった。あやつは戦に慣れておるし、知恵もある厄介な相手じゃ。上田城での戦いは、秀忠の軍艦としての参加じゃった。その力を発揮できなかったのは、容易に想像がつく。病が本当なら、阿波の神のいない上田城は脆い。だが、病は嘘だろう。阿波の神は、上田を攻めて欲しくないと考えている。だから攻めた方がいい。いや、そう俺が考えていることを、阿波の神は想定しているに違いない。上田城に攻めさせる策かもしれない。とまあ、生実家知恵の回る人間は、ぐるぐると考えるものじゃ。別に何でもよかったのじゃ。康政に少しでも迷いが生まれればな。そこで、秀忠が真田城に向かうと言い出したらどうじゃ。うまくいけば秀忠様の顔も立つ。負けたとしても、狭い土地だ、大きな被害は出ないだろう。合流をし直して、再度考えればよい。秀忠様にとっても、良い経験になるはずだ。ってなことを考えたに違いない。上田城に向かうことに、少しでも迷いが出てくれば、最後に決断する総大将の康政が、秀忠の話に乗ることは、十分に考えられるってわけじゃ。康政も、まさか全滅するとは、思いもよらんかったじゃろう。なるほど、そこまで考えた上での勝ち戦だったのですな。今は、私の勝ち戦になりそうですがね。あと、もう一ついいですか。なんじゃ。あの時、兄上からの命で、我ら皆、信勝の名を名乗って、徳川軍に仕掛けました。結果、あの戦いの総大将は、兄上ではなく、信勝ということで、全国に広まっております。そうじゃな。しばらく経った今も、兄上がそれで何をしたかったのか、私はわかりませぬ。今になってもわからぬか。仕方がない、教えてやろう。なるほど。そういうことでしたか。納得がいきました。まあ、このからくりは間もなく家康にも悟られよう。じゃが、わしの考えに気づいたとしても、もう遅い上、どうしようもできぬ。それにまだこの策には先があるのじゃ。家康めが乗ってくれるかどうかじゃがな。ほほう。まあ、それは、その時が来ればわかる。なるほど。それにしてもあの戦い、私は信勝と名乗るのは、少し恥ずかしさがありましたが。源次郎。あの男はノリノリでしたな。そうじゃったな。間近で見ましたが、信勝を名乗った後に、炎となりてー、とか。わけのわからないことを言ってました。あ、それで思い出しましたが、海津城の戦いの時なんですが、あの時は助かったぞ、お主がいなかったらどうなっていたか。わしがここまでで、最も危ないと思った戦じゃった。兄の手の内は分かっています。必ず海津城を守ってみせますと、豪語して出陣しましたからな。浅野家が兄上に滅ぼされるまで、長くはなかったのですが、その間、私の立場は全くなかったです。そうそう、それで、あの時の源次郎。それはもう、ノリノリだったみたいですな。迫真の演技というか、私は撃たれるのではないかという、そんな勢いでした。いや、演技ではないぞ。そもそも、わしとお主が通じていたことを、源次郎は知らぬからな。え？まあ、源次郎に何も伝えていなくても、お主を撃つことをしないと分かっておった。お主が徳川方についていること、何かしらの理由があると、あやつなりに分かっていたのじゃろう。ああ。すまぬ、誤って蹴ってしまったようじゃ。いい勝負じゃったのにのー。いや。まあいいでしょう。いい話が聞けました。そうか。それじゃ、わしはもう休むぞ。はい。慶長7年1月18日、勢いに乗る真田軍は、永井直勝率いる徳川の軍勢約2万を一蹴した後、忍城を瞬く間に攻略していた。一方その頃、徳川家康は、未だ畿内で力のある豊臣秀頼の勢力を一掃するべく動いていた。しかし、その抵抗は思いのほか激しく、関東に戻ることのできない家康は焦りを覚えていた。なんじゃと、馬屋橋まで落とされたというか。はい、これで上野をすべて、阿波の神に奪われたことになりますな。さらに真田の軍勢は、12000まで膨れ上がり、忍城に向けて、進軍を始めたとの知らせを受けております。早すぎる。徳川37000の兵を、真田の地で失ったとはいえ、まだ兵は残っておるじゃろう。はい、永井直勝率いる約2万の軍勢が、忍城で迎え撃つとのこと。ふむ、それであれば、なんとかなるか。さようですな。まさかの話じゃが、江戸まで真田が攻め入ってくる。そのようなことは、ありえまいな。まさかの話ですな。仮にできたとしても、あまりにも深入り。万に一つ、そのようなことがあったとしても、伸びた戦線を分断し、撃破しつつ押し返せば、上野をも取り返せましょう。江戸に幕府を開くべく、長く準備をしてきたのじゃ。関ヶ原もその過程の一つに過ぎぬ。太閤秀吉に移し替えられて、得ることになった関東の地。ここまで地道に育て上げてきたのじゃ。真田ごときに、奪われてなるものか。さようですな。それにしてもおかしいではないか。何をしているのじゃ、同盟国の連中は。真田のことは、康政が攻め込む前から、調べがついていたはずじゃ。浅野を吸収していようが、兵糧を十分に確保できぬ。はい、兵を使えたとしても、せいぜい7000が限度という話でしたな。康政が敗れてしまったことは誤算じゃが、真田が我ら徳川から所領を奪おうとすれば、全力を挙げねばとることは叶わぬ。さようで。それと人材じゃ、真田は駒も足りぬ。それも含めて、進行する際は、総動員をしなければならないはずじゃ。はい。そこでじゃ、真田が関東に攻め入れば、西側の真田の領地は、がら空きということになる。はい、それで、同盟国には、真田が動きを見せれば、すぐさま真田領を攻めよ。奪った所領はそのままお前たちのもの、切り取り放題だと。殿のお言葉通り、伝えております。それで、攻めたのか？いえ、それが、再三要請をしておりますが、やれ病が、やれ災害がと、言い訳をして動きませぬ。彼らは皆、基本、日和見でございます。先の戦での徳川の敗戦を見て、もしや真田が、天下の舞台に上がるやもしれぬと、考えておるやもしれませぬ。いや、まさか、真田が天下など、あり得るわけがなかろう。それで、動かぬ奴らに、脅しはかけたのじゃろうな。はい、動かぬなら取り潰すと。伝えはしましたが、それでも動きませぬ。何故じゃ。何故、動かぬのじゃ。一度戦に敗れたくらいで、徳川が転ばないことくらい、わかっているじゃろうに。はい、それで深く彼らに事情を聞けば、原因がわかりました。なんなのじゃ。真田、信雄です。は？真田信雄が、甲府に入ったとの知らせを受けたとのこと。いや、信雄はただのデクの棒で、あの戦は阿波守がやったと、各大名に伝えたのではなかったか。はい、ただ、阿波守はあの時、闇夜に紛れて兵を動かし、我らが阿波守の仕業とはっきりと気づいたのは、上田城に騎乗する兵を確認した時です。その時にはすでに、各大名に噂として広まっておりまして。なんでも、信雄が城兵わずか800を用いて、康政の軍勢37000を、数時間で壊滅に追い込んだと。そういった話が先に広がっており、後から来た知らせは、徳川が放った偽の知らせだと。思わされている大名が多く。徳川の大軍を壊滅させた、真田信雄を相手にして、勝てるわけがない。どうやら、そのように考えて、動けぬようです。なんたる、ことだ。後から来た知らせの方が、よほど信じられる内容だろうに。それともう一つ、悪い知らせが入っております。なんじゃ。阿波守が小菅という場所に、小さな城を築いたとのこと。小菅？はい、武蔵陵の目と鼻の先、八王子と甲府が繋がる途中の山ばかりのところ。大胆にもそのような位置に小さな山城を築いたとのことです。城の規模も極端に小さく、ほとんど兵も入れぬようですが。それのどこが悪い知らせなのじゃ？その城が完成するまで我らが気づかなかったということは、よほどの小さな城とは言えない城なのじゃろう。そのような城を我らの目の前に建てれば、奪ってくれと言っておるようなものではないか。こちらが奪い、こちらのものにすればよい。建てても維持できぬ城は意味がない。阿波守は、一体、何をしたいのじゃ。いや、もしや。はい、小菅城完成後すぐ、そこに真田信雄が入ったとのこと。また、信雄か。確かに、効果的じゃ。それだけで、わしですら、にわかに攻めよとは、言いにくくなった。はい、小菅に攻めにくくなったばかりか。信雄を警戒するあまり、相模と伊豆の兵を、阿波守方面にも、出しにくくなってるようで。父とも言える場所に、自分の息子を送り込むことで、活路を開くか。この形が、阿波守の狙いということなのだな。はい、真田阿波守、恐ろしい男でございます。あの真田城の戦いに勝つと同時に、噂を巧みに操り、真田信雄という男の名を、これでもかと挙げることで、真田信雄一人で、徳川だけでなく、周囲の大名に睨みを利かせる。そうしたことで、真田領西側の安全を図り、自身は全力で関東侵攻を行う。人材の不足をその策で補い、兵糧の不足は、全力で攻めることで、我らが所領を奪い、そこで補う。さらには、そこで兵まで補充しております。わしがここから動けぬのをいいことに、やりたい放題ではないか。それにしても真田信雄、この男はすぐにでも消さねばならぬ。あのような場所で居座られてはたまらぬ。手はずはしておるのだろうな。はい、それなのですが、信雄が甲府に移った際に、速やかに刺客は送っており、その後も継続的に送っておりますが、信雄周辺の警護は固く、真田の忍びも数多く配備されているようで、我が手の者も、幾人かは帰ってきておりませぬ。そうか。結局、兵を使って潰すしかないということじゃな。それにしても、この信雄の名を挙げるという策略の厄介なところは、信雄の誠の実力が、未だ我らとて、わからぬということじゃ。はい、真田信雄。なんとも厄介な男が、現れてきたものです。どう見ても、最前線なんだよな。正行は忍城の攻略を終えた後、向井正綱率いる徳川の軍勢約1万を撃破し、川越城、さらには江戸城をも攻略した。これにより江戸に幕府を立ち上げるという家康の目論見はついえることとなった。正行は江戸城を攻略後、軍を北に返し岩槻城を攻略。そして慶長7年4月、榊原康政が城主を務める唐沢山城を包囲。康政を投降させるべく交渉の席についていた。康政よ、どうじゃ、わしに下る気になったか。ついにこの時が来たか。上田城の戦いの際、捕虜になった時は、阿波守に解放してもらったという恩はある。だが、私は家康様に仕えて40年。それだけのことで、竹に移るなどは考えられぬ。だが、しかし、あの真田城の戦いで、やりたい前、後期切り込め、や、我らが敗れるとは。まさか、このような敗戦を喫してしまうとは。ここは、どこだ。あれだけいた兵はどこに行った。このような敗れ方をして、むざむざと帰れぬが、どうしようもできぬ。腹を切ろうにも、解釈を頼める者すらおらぬではないか。む。あれは。我は、真田の部活。炎となりて、敵を焼き尽くせ。あ、あれが、敵総大将の、真田、の部活か。口元が隠れていて、人相はよくわからぬが、あのような若い男に、私は、このような大敗を。あ、あなたは、もしや、榊原康政殿では。いかにも、私がこたびの徳川軍総大将、榊原康政である。このような敗戦、これ以上、こちらに戦う気力はない。徳川四天王の一人と言われている我が身。この首、そなたの手柄にするがよい。首などいらぬ。死ぬくらいであれば、真田に仕えるがよい。笑わせてくれる。武人として、そのような真似はできぬ。徳川に何年仕えていると思っているのだ。その徳川も、もう終わりだ。江戸に幕府を開き、武家の棟梁になるつもりのようだが、江戸に幕府を開くのは、真田になるだろう。は、あまりにも、話が飛びすぎて、何を言っているのかわからぬ。ただ私を破ったというだけで、一体何を言っているのだ。私は四天王の中でも最弱。まだ関東には残る四天王もいるし、兵もたっぷりいる。真田がこの戦に勝ったとはいえ、自利品になるのは明白ではないか。我が名は真田の部活。日の元の全てを見渡すことができ、先を見通すことができる男。おう。では、榊原康政。もし真田が江戸を奪ったとすれば、どうする？ありえぬ話だ。だが、もしできたとするならば、真田に、いや、お主に仕えてやってもよい。そうか、ならば死なぬことだ。この方向にまっすぐ進まれよ、さすれば、川に出る。川を渡ってはならぬ、川沿いを東に進まれよ、さすれば、無事帰ることができよう。面白い。まあ、この敗戦の席を取らされることは必定。すぐ命はなくなるやもしれぬが、自ら立つことはやめておくことにしよう。うむ、約束だぞ、康政。武人として、男として。さらばだ。江戸が落ちたと聞いて、すでに気持ちは固まっている。あの敗戦以来、家康様から何の沙汰もない。ここで私が真田に下れば、敗戦の席を問われるのを恐れたという、そしりを受けることになろう。だが、あの男に会ってから、なぜか血がたぎるのだ。この痛みを。残りの人生を、あの男にかけるのも悪くない。わかり申した。真田殿にお仕え申す。他の将はすべて、解放ということでよろしいでしょうか。よくぞ決断してくれた、他の将は、すべて解放することを約束しよう。ありがとうございまする。それともう一つ。私は、正幸様にお仕えするのではなく、真田、信勝様にお仕えしたい。そうか。わしは良いぞ。じゃが、信勝本人がどういうかはわからぬ。はい、それもそうですな。信勝に伝えておくゆえ、返事を待つとよい。は。その返事を待ちつつ、お市場に入り、出陣できる準備だけしておくのじゃ。は、かしこまりました。安政様、信勝様よりの文をお届けに参りました。おお、やっと来たか。待ちわびたぞ。どれどれ、早速。お断りします。え？進むぞ！徳川四天王の一人、榊原康政は、真田信勝の熱意により、投降した。信勝の影響は、関東徳川を大きく揺さぶることとなった。さらに佐竹への警戒も必要な関東徳川が、動けないことを見越していた正幸は、進軍を続け、織田城を攻略し、結城、蒲生、那須を滅ぼした。同時に、徳川と佐竹の争いに乗じ、佐竹をも滅ぼし、満を持して、家康と講和を結ぶことになった。後顧の憂いがなくなった正幸は、上杉領内へ侵攻。そして、慶長7年12月22日、向かい羽黒山の地で、上杉景勝との戦いが、行われていた。切り込め！我らが力示すは今だ。父上、我らが部隊を離れてもよかったので。こたびの戦は余裕のある戦いじゃ、問題なかろう。それよりも、ほれ、見よ、綱家が敵を挑発しておる。わしも初めて見るのじゃ。今までも幾度か敵をうまく挑発しておったからの。どのようにやっておるのか、気になっておった。しかし、ここからは少し遠くて、何を言っているのか、よくわかりませぬな。ただ、かなりは目利きらしている様子だというのは、よくわかりまする。綱家は普段、落ち着いている男だけに、こんな姿を見るのは初めてです。まあ、あれじゃな、戦になったら人が変わるたちなのじゃろうな。それと遠目でも、かなりの唾を撒き散らしているのがわかりまする。それはあれじゃな、わしが投げた下駄のせいじゃな。あれで前歯が欠けてしもうたらしい。それにしても、これは、なんというか、見てるだけで、無性に綱家を切りたくなってきました。そうじゃな、味方の兵も綱家を見ておらん。分かっておるのじゃろうな。恐ろしい綱家の技じゃ、我らは遠目で、かつ、綱家の横顔しか見ておらぬが。はい、正面から見た敵将は、一体、どうなってしまうのか。戦いに勝利した正幸は、上杉を佐渡島に押し込め、最上領内へと侵攻した。そして、慶長8年4月7日、羽前谷地の地で、最上義明との戦いが、行われていた。どうやら北田部隊が壊滅したようです。まあよい。うまく敵鉄砲隊をおびき出してくれたようだ。最上の戦はこれからぞ。あの鉄砲隊が、真田の作戦、その鍵となっていると見た。三藤よ、鉄砲隊というものは動きが鈍い。共に仕掛けるぞ。は、その前に、殿のお耳に入れておきたいことがあります。どうした？真田の、川原綱家という将はご存知でしょうか？うむ。挑発が得意な男だとは聞いておる。これまでの真田の戦、先ほど、鍵という殿の言葉がありましたが、その多くの戦で、川原綱家が鍵となっているという、噂を聞きまして。そして、こちらの方に、その綱家の部隊が近づいてきているとのこと。三藤よ。そもそも挑発というものは、未熟な将、及び統率の取れていない兵に対して効果を発揮するもの。この最上で、挑発に引っかかる者などいまい。案ずることはない。は、さようですな。いらぬ心配でございました。やりたい前。掴んだ勝機、逃しはせぬ。何が起こっておる？兵たちが何故、勝手に進路を変えておるのだ。殿。大変でございます。兵たちが言うことを聞きませぬー。落ち着くのだ。一体、何を言われたら、そうまでなるのだ。どうやら、言葉ではないようです。いや、わめき散らしてはいるようですが、何を言っているのかわかりませぬ。姿です。おそらく、唾を飛ばしながら、わめき散らしている、その姿を見てはなりませぬ。いや、そんなバカな話が。おのれー、つなえー。おい。三藤。なんたる、ことだ。信じられぬ。これは、我が隊の兵たちもほとんどが引っ張られておる。恐るべきは、川原綱家。ならば逆にこの兵たちの勢いに任せ、綱家を討ち、兵たちに正気を戻させるまで。いざ進まん、かかれ！怖いものに他さはあるが、わしは綱家の姿を見ぬぞ。兵たちを鼓舞するのに。ご命令ください。ご命令を。いざ進まん。しぶとい。何から何まで腹立たしい男だ。対前。三藤もやられたか。わしとしたことが、なんという破れ方だ。このままでは終わらぬぞ。最後に最上の戦、粘りというものを見せてやろう。王の故障が牙。受けるがよい。その首、この手でいただくとしよう。なんだとー。兵たちが、敵に後ろを見せてどうするのじゃ。戻れー。川原綱家ー。お前、理不尽すぎるだろう。まさか破れるとは。我らを甘く見たようだな。ここから真田正勝くんの作文が始まります。基本コメディ路線なのですが、人によっては不快に感じる文章になってる可能性があります。しかし、物語の展開もあり、不快に感じるというのが作者の意図になっています。あえて書いています。どうぞご了承ください。戦国時代について4年3組、真田正勝。僕は戦国時代が好きだ。この作文の宿題、テーマは何でも良いとのことなので、戦国時代について、僕の好きなところ、感じていること、常々思っていることを、つらつらと書いていこうと思う。ちなみに僕の名前は真田正勝。戦国好きの人に、この名前を伝えると、もしかして、真田正幸の子孫と、大体聞かれたりする。残念ながら、その答えは、系譜的に全く関係がない。らしい。それでこの正勝って名前。これは、僕の父が考えてつけてくれた名前で、真田正幸と真田の部活の名前から一字ずつ取ってつけたらしい。真田幕府の創設者である真田正幸と、その息子で、機体の名称である真田の部活。これは、父親の戦国好きが高じて、僕の名前がこうなったわけだけど、割と気に入っている。ちなみに僕には3つ下で小学1年生の妹がいて、名前は由美という。なんか普通の名前だ。僕にもし、娘ができたとして、名前をつけるならば、直虎とかかっこいいんじゃないかと思う。話が結構逸れてしまったけど、戦国時代のことまず、その歴史の流れについてさらっと書いてみようと思う。あ、もう、原稿用紙1枚使っちゃった。それで思い出したんだけど、この作文の宿題が出た時に、僕の友達の一人が、あ、ちなみに僕の友達は3人いる。全員が去年から同じクラスなので、自然と仲良くなっている。この夏休みはその3人でプールに遊びに行くらしいけど、僕には声がかからなかったようだ。まあ、僕は彼らを友達と思っている。それでいいじゃないか。その友達の一人が宿題の内容を見て、頭を抱えていた。どうやら、作文を書くのがすごく苦手らしい。原稿用紙、1枚埋めるのも苦痛だと嘆いていた。去年の夏休みの宿題も作文があって、原稿用紙2枚以上という指定だったけど、その友達は、1枚目の半分しか書けなかったようで、怒られていた。ちなみに僕も怒られた。僕は200枚書いて提出して怒られた。まとめて書く力を身につけなさい。小学3年生らしくない作文だ。3年生にしては知ってる漢字は多いようだが、語字が多い。文法のおかしなところが多い。そもそもテーマと関係がない文章が多すぎる。何事にも限度というものがある。そんな感じで友達よりも長く怒られた。それから進級するまでに、作文の宿題は2回ほどあったんだけど、枚数の上限が指定されていた。なかなかやり手の担任だった。あ、いけない。また話が逸れてしまったようだ。でも、もう原稿用紙2枚を超えてしまっている。だけど、今回の指定は3枚以上というだけで、上限がない。どうやら、今年の担任の先生は、僕が作文を書くとどうなるのかを知らなかったようだ。まあそれは、新任の若い先生だから無理もない話だろう。ちなみにこの担任の先生の下の名前は愛。名前の通り綺麗というよりは、可愛いという言葉の方がふさわしい先生だ。僕は愛先生が大好きだ。僕の小学校4年の歴史の中で最高と言ってもいいだろう。なぜかというと、戦国時代の話ができる先生だからだ。先生本人曰く、戦国時代は好きで詳しいらしい。それで、好きな武将は直江兼続と言っていた。増量をバッタバッタとなぎ倒すゲームか、名軍師として描かれた大河ドラマか、はたまた、歌舞伎ものが主人公の漫画か。おそらく、先生はそのあたりの影響を受けたのだろう。とにかく、いろいろな場面で兼続は、イケメン武将として描かれているので、先生はただのイケメン好きなだけで、僕から言わせれば、ただのにわか戦国好きだ。兼続が愛の文字の書かれた、特徴のある兜を被っていたのは有名だが、慈愛や愛情の愛の意味とは全く違うことを、先生は知らないのではないか。ちなみに兼続を好きになったきっかけは、先生の名前とは関係がないらしい。この作文は、先生が読むので、ここの文章を読むと、あの先生のことだ、可愛らしく、顔を真っ赤にして怒るに違いない。ただ、僕はあえて怒らせるように書いている。僕の作文は原稿用紙の束をどっさりと提出することになる。問題は、先生が横着をして、読まない可能性があることだ。戦国時代の戦は、罠が多く仕掛けられたと言われている。それと同じように、僕は作文の中で罠を仕掛けるのだ。先生を怒らせる文章を仕掛けることで、先生がちゃんと読んでいるのかをチェックする。先生は、児童の作文をチェックすると思っているだろうけど、僕に限っては違う。僕が先生をチェックするのだ。ちなみに直江兼続は優秀な武将と評価されており、内政方面においては幕府が開かれてからも、大きな貢献をした人物だと言われている。戦闘面においては、上杉の重臣時代、戦に敗れたこともあったけど、真田に吸収されてからは、川原綱家の副将として活躍している。ちなみにその川原綱家、戦国に詳しいものならば、知らない人はいないだろう。真田家の天下取りに、そして幕府成立後も、政治の面で大きく貢献した名将だ。この川原綱家の戦での活躍について、軍学書には奇妙なことが書かれている。あ、この軍学書っていうのは、真田軍艦という天下を取った真田氏の、主に正幸、幸村、信勝が行った、合戦記事が中心になっているものなんだけど、僕は、すべて読破しているし、武田氏の軍学書である甲陽軍艦も読破している。父親の書斎にはそういった戦国時代の書がずらっと並んでいて、僕はそのほとんどを繰り返し読むくらいになっている。あ、そうそう、それで、さっき言った川原綱家の奇妙な話なんだけど、綱家は敵を釣る担当だったらしく、その釣りがものすごくうまかったというか、記述によると、完璧だったらしい。そもそも、敵を釣るという行為は、非常に難しいとされる戦術の一つだ。敵が警戒しているとまず成功しないはずなのに、この綱家は問答無用で釣り上げるという、恐ろしい武将だったと記述されている。まあ、この真田軍艦というものは、戦勝側の真田方が書いたものなので、眉唾な話ばかりと、歴史家の多くが言っているものだ。この綱家の話は、大げさに書かれていると考えるのが妥当だと思う。あ、しまった。また大きく話が逸れてしまっていた。ここからは、まず冒頭部分として、歴史の流れについて、さらっと書いていこうと思う。正行は最上義明の軍勢約1万4,000を打ち破り、残りの最上攻略は佐竹不死に任せ、正行は伊達を攻略すべく動いていた。一方その頃、江戸を奪われ徳川の基盤を大阪に移すことにした徳川家康は、抵抗の激しい豊臣を畿内から一掃するべく大規模侵攻を企てていた。なんじゃと。あの義明が真田に敗れたと申すか。はい、まさかの話ですな。羽前谷地の戦いで敗れ、最上はもはや、虫の息という報告を受けております。我らに対抗してる上杉を攻めたと聞いたときは、しめしめと思ってはいたが、もう、最上まで破りおったか。それにしてもおかしい。真田の兵糧はどうなっておるのじゃ。未だ国力の高い我らでも、秋の収穫を待たねば戦を行えぬ。はい、不思議でございますな。調べてはおりますが、真田の兵糧事情がわかりませぬ。その上さらに、次は伊達を攻めようとする動きを見せておるようで。ふむ、それで、我ら関東の軍は何をしておる？隙あらば真田を攻めよと、言っておいたはずじゃが。はい、それが、我らが攻めようと準備を始めれば、真田の部活が、逆に攻めてくるという話が広がり、小菅の城が慌ただしい動きをするらしく。それを見て、こちらが防衛に動こうとすれば、小菅もおとなしくなる。どうやら、その繰り返しをしておるようで。要するに、その攻める隙がない。ということでありまして。なんとも、情けない話じゃ。小菅の少ない兵が攻めてきても、大したことは、ないであろうに。どこまで真田の部活に踊らされればいいのじゃ。じゃが、これではっきり分かったことがある。真田の部活はただの置物じゃ。信勝の動き、そこにはいつも、ただの噂が先行しておる。信勝自身に何の力もないという証じゃ。正行が懸命に信勝という巨像を、大きくしようとしているのが、はっきりと見て取れる。さようですな。そして、信勝の巨像が大きくなっている今、それは徳川にとって好都合。逆に信勝を撃ってしまえば、真田の戦意は大きく下がり、徳川と諸大名の戦意が大きく上がることになる。ということは、小菅を攻めよ。さすがに正行とはいえ、正宗相手は手を焼くに違いない。秋の収穫を待った上での出陣でも、正行が戻ってくることはありえんじゃろう。置物である信勝を撃つだけの、簡単な作業じゃ。関東全軍を挙げて攻めればよい、総大将は。そうじゃな。平八郎あたりがよいじゃろうな。かしこまりました。では、そのように。これまでは異様にやられてしまったが、そろそろ反撃といこうかの。我が領内に敵が迫っております。それにしても平和だ。小菅に移ってからもう2年が経とうとしている。最初は安全だと言われながら、どう見ても、この最前線に配属された時、父上に直接、突っ込みを入れたくなったものだが、何事もなく平和に過ごせている。時折城下で慌ただしくなることがあったくらいで、何事もなかった。さすがは父上だ、俺の静かに暮らしたいという希望を汲んでの配属だったということだ。俺は暇な時、大体は空を見上げている。あの雲の動き、似ている時はあっても、全く同じことはまるでない。一日眺めていても、飽きないものだ。こうしたことができるのも、父上のおかげということだな。そういえば、父上のことで、思い出したけど、さっき、父上から文が届いていたな。父上はよく、文を送ってくる。最近では、上杉を倒したぞ、真田の天下は近いだとか。最上を倒したぞ、真田の天下はもうすぐじゃ、とか。そんな内容だ。もしかして、本当に真田が天下を取る日が来るかもしれないな。ずっと空を見続けるのも、いずれ飽きるだろう。真田が天下を取り、世に平穏がもたらされれば、全国津々浦々を練り歩き、そこから空を見上げたりで過ごすというのも、悪くないな。まあとりあえず、父上の文を読んでみるかな。次はどの大名に勝ったのだろうか。信勝よ。突然の話じゃが、どうやら徳川が、5万ほどの軍勢をそっちに送ったようじゃ。ははは。寝耳に水とはこのことじゃな。じゃが、他に行かれたら困っておったところじゃが、お前のところに行ってくれて、助かったぞい。わしも安心しておる。あとは頼んだぞ。ちなみに今回も、援軍には行けぬからの。何を勝手に安心しているんだ？ここの城兵って200しかいないんだが、どうやって守れと言うんだ？負けるわけにはいかぬ身でな。信勝様ー。うん？あ、いかがした？はい。こたびの徳川との戦、お味方の大勝利でございます。そうか。それで、こちら城兵の被害はどうか？は、残念ながら、こちらの兵、9の被害が出てございます。え？なんだって？はい、9でございます。そうか、わかった。大義であったな。下がってよいぞ。はは。明日も、いい天気になりそうだな。歴史の流れ、関ヶ原の戦いが終わるまでを書き終えた。ようやくここから僕の好きな真田家について書いていくことができる。ここまでで原稿用紙はかなりの枚数になってしまった。100枚からもう数えていない。本能寺の変の謎について僕なりの解釈を書いた文章がとにかく長くなってしまった。今までにない新たな切り口で書いたもので、稚拙な文章のことさえ省けば、学会に提出してもいいくらいの論文として仕上がっていると言ってもいいだろう。夏休みの宿題である作文に、一つの論文を丸々入れてしまう。僕と同じようにこれをする小学4年生が、この日本に何人いるのだろうか。結構、少ないに違いない。おっと、危ない、また大きく話が逸れるところだった。戦国時代の話に戻ろう。関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、征夷大将軍の任命を受け、幕府を開き、武家の棟梁になるのは時間の問題という状態だった。しかし、驚くべきことに、結局天下を取ったのは、その時、信濃の小大名だった真田昌幸だ。この大逆転はなぜ起こったのか。ここで浮かび上がってくるのは、真田の部活という武将の存在だ。対徳川の秘密兵器、もしくは、対徳川の戦略兵器とも言われる真田の部活。関東の徳川軍が真田を大軍で攻めたのは2回。そのどちらもピンポイントに真田の部活が相手をしている。1回目の真田城の戦いの際に、徳川軍が送り込んだ兵は約3万7千。2回目の小菅城の戦いでは約5万3千。徳川方の資料によれば、どちらの戦いも無事に帰ってきた者はいないと書かれているほどの大敗を、徳川軍は喫している。その戦いはいずれも真田の部活が、わずか数百の城兵を用い、地形と罠を利用して、徳川軍を壊滅させたというのだから驚きだ。そして、この2つの戦いにより、関東徳川の力は弱まり、天下の趨勢は大きく真田に傾くことになる。そういったこともあって、僕も大好きな武将なんだけど、信勝の世間での人気もすごい。真田信勝には優れた軍略家としての一面と、もう一つ、いわゆる重度の中二病の一面があった。このキャラクター性のギャップが人気に拍車をかけているようだ。なぜこうなったかの原因は、徳川方の資料にはっきりと書かれているからだろう。真田城の戦いの際は、どうやら戦場で、炎となりて、敵を焼き尽くせと連呼していたらしい。とにかく炎が通るさかったと書かれている。そして、小菅城の戦いの際、今度は龍の行く道、誰にも阻むことはできぬと連呼していたらしい。とにかく、龍が通るさかったと書かれている。アニメや大河ドラマ、時代劇に出てくる真田の部活は、完全に中二病キャラが定着してしまっているし、スマホゲーの戦国物に出てくる真田の部活の属性は炎、龍の化身だったりするのはもはや定番になっている。そういえば、父がいくら課金しても、SSR 遠流の部活が、ガチャからでないと嘆いていたな。母はそれを聞いて怒っていた。父はとある大手商社に勤めていて、営業部長というお偉いさんらしい。今は出張中で家にいない。あ、それで思い出したんだけど、実は、昨日の夜、父の書斎で大変なものを見つけてしまった。いつも鍵が閉まっているデスクの下の引き出しが開いていた。それで、どうしても気になったので、開けてしまった。そこにあったのは、四角いものだった。一目古い。とにかく古いものだ。触れてはいけないすごく貴重なものだとすぐに分かった。これはおそらく、印籠というものだと思う。六文銭の家紋がある。僕はこれを別のどこかで見たことがある気がする。しかし、なぜ、このようなものがうちの家にあるんだろうか。六文銭ということは、真田家ゆかりの者が使っていたのだろう。父はうちの家系が、真田正幸の直系ではないと言ってたような記憶はあるけど、聞き間違いだったのかもしれない。もしかして、僕は、天下人、真田正幸の、子孫だったり、するのだろうか。ついに関東徳川軍が動いた。徳川家康は正行不在を見越し、真田信雄が守る小菅城に大軍を送り込む命令を出した。しかしその軍勢が集結している最中、すでに伊達攻略を終えていた正行は、有力な家臣を甲府に集め、悠々と軍議を開いていた。さて、家康めはわしのまいた餌に釣られ、まんまと大軍を小菅に送り込んできたようじゃ。関東徳川の兵は未だ多く残っておるからの。こうやって攻めてきてくれなければ、その攻略は、血と骨が折れるところじゃった。狙い通りじゃ。我らがすでに甲府に入っていること、家康は夢にも思っておらぬじゃろう。このことは小菅を築城した時、すでに計画していたことじゃ。甲府から小菅まで、兵たちが山中を進みやすいようにもしておる。信雄であれば、その大軍ですら撃退できるであろうが。念のため、我らはこれより、敵に蹴取られぬよう、闇夜に紛れつつ、援軍に向かう。じゃが、小菅での勝ちはすでに見えておるゆえ、大事なことは、その先の話じゃ。小菅での戦が終われば、我らの関東軍に徳川を攻めさせ、我ら主力は東海道を進み、山内、堀尾、池田、福島を滅ぼし、そのまま徳川領へと進行する。源次郎。は。源次郎はわしと一緒に東海道を進むぞ。はい、かしこまりました。さて、ここからが本題じゃが。もう一つ、北陸道を進み、前田を滅ぼし、徳川領内に侵攻する、主力の軍勢を作ろうと考えておる。その総大将は信雄にやってもらう。信雄の知略はわしと並び、その武勇は源次郎に匹敵する。何よりも徳川と諸勢力は、信雄という存在を恐れておる。その名声は戦況に、大きく影響を及ぼすじゃろう。ここは、信雄にも働いてもらわねばなるまい。じゃが、皆は知らぬかもしれぬが、信雄は大の戦嫌いじゃ。真田の家のため、どうしようもないとき、仕方なく、その地を用い、その部を振るう。今回は、天下安寧を早めるためということで、重い腰を上げてもらった。信雄には小菅での戦の後に、春日山に向かってもらう。佐竹伏、結城伏、それと、最上の強者には、すでに春日山に向かってもらっておる。同じ最上でも、義明には他で大事な任がある。は、すでに聞いております、徳川への内定の任、お任せくだされ。それでじゃ。あと幾人か、信雄のところに優秀なものを加えておきたい。さて、誰に行かせるわけだ。それがしが、一等ございます。安政か。そうか。わかった。では、信雄軍に加わるがよい。ははぁ、ありがたき幸せ。あとは、影勝よ。は。お主には、信雄のところに加わってもらいたい。あのあたりの地理には詳しかろう。は、かしこまりました。これで大方の編成は終わったかの。おっと、言い忘れておった。信雄の補佐役のことじゃ。信雄はさっき言ったように、ちと難しいところのある男でな。あやつは自ら何かを語ろうともあまりせぬ。さえあることは間違いないのじゃが、その補佐役となれば、かなり気を使うことになるじゃろう。今のところ、義重に任命しようと考えておるが、この中で、その面倒くさい役をしたいという珍しい話はあるかの。それがしが、やりとうございます。おう、安政か。わかった。そちなら十分に役目を果たせよう。ははありがたき幸せ。では、これよりすぐ春日山に向かい、出陣の準備に取り掛かるのじゃ。は、かしこまりました。さて、そろそろ、信雄の援軍に向かうとするか。すでに信雄が、戦いやすいようにお膳立てをしてくれてることじゃろう。徳川の軍勢、約5万、我らにかかれば、軽くひとひねりよ。面白いぞ、真田昌幸。この独眼竜。あの徳川相手に、暴れることができるようになろうとはな。おやめください、大殿に対し、なんたる口の利き方。今日はできるだけ、静かにしておいてくださいってあれほど言ったのに。今は真田家に仕える身ですぞ。まあ、正宗ほどの男が、真田に来てくれたのじゃ。わしは細かいことは気にせぬ。そのままでよいぞ。それにの、正宗の素早い判断があったればこそ、こうして我らは甲府に間に合っておる。俺は、面白いと思うやつにつくだけのこと。我らが手を結んでいるのを家康に気取られぬよう、伊達家を滅ぼす必要はあったがの。そういう話になっていたのですな。初めて聞き申した。私の甥っ子は、口だけは達者で、臆病なところがありますからな。真田殿との戦いで、右往左往していたと聞いたときは、また、臆病風に吹かれたか、無様な奴だと思ったものでしたが。なるほど、そんな事情があったのですな。あ、叔父上、おられたのですか。久々に見ましたが、かなりもうろくされてるようですね。それに、いきなり俺に喧嘩をふっかけてくるとは、追いたくはないものです。以前の叔父上との戦いで、母上の仲介がなければ、その首がなくなっていたのもお忘れか。は？何を言っておる、お前はわしの妹のおかげで窮地を脱したのではないか。事実をねじ曲げるにも程があるぞ、首がなくなっていたのはお前の方だろう。まあ、叔父上の好きな鮭を食べられるのも、母上のおかげですな。鮭は、関係ないだろう。そういえば、前に、叔父上漁で取れたという鮭を食べましたが、味はちょっといまいちでした。こちらの領内で取れた鮭は、それはもう、美味しいもので、比べ物にならなかったですな。わしの鮭を愚弄するというのか、お前。こやつ、どうしてくれようぞ。鮭様はそうやって、すぐ頭に血が昇るー。許さん。もう、許さん。この刀の錆にしてくれる。そこに直れ。待て、お前たち。落ち着くのじゃ。わしは細かいことは気にせぬとは言ったが、喧嘩はダメじゃ。まあ、そんなにやり合いたいなら、わしがその場を用意してやろう。その前に、この軍議の場を荒らしたこと。軍旗に照らし、罰を与えねばならぬ。そうじゃな。これより、出陣するわけじゃが。お前たちは同じ部隊で働いてもらうことにする。それで、お前たちの喧嘩を見て、一つの策を思いついた。義明には、もともと、徳川の内定として、寝返るという形で、徳川の元に送るつもりじゃった。ちょうどよい、それをこたびの戦場でやるとよい。それと、正宗には、信雄の影武者を演じてもらう。信雄の舞台にいた義明が、突然寝返り、信雄に切りかかる。じゃが、信雄の対応は素早く、仕留めることができなかった。そういう筋書きじゃ、義明は、それを徳川に伝えよ。義明が、寝返ったふりをするかもという疑いはなくなるじゃろう。よって、その部隊の大将は正宗、副将を義明とする。戦の勝敗が決したあたりで、義明は寝返り、そこで正宗と好きにやり合えばよい。くれぐれも、お前たちや兵たちが死ぬまではやらぬようにな。面白いぞ。かの有名な真田の部活。その名を語っても良いということか。この俺が、興奮してるのか？久しぶりに。右目がうずいてきたわ。そして、1日遅れで正幸の軍勢が到着。よっしゃー、無事に決戦ができた。徳川は悲しいかな、1600ほどしか入れなくなってる。よし、ここだな。独眼竜の範囲広いな、おい。独眼竜に立てつくか、面白い。めちゃ強そう。嘘やろ。マジか。それで正宗隊が改装してる。油断大敵だぜ。お、正宗隊がようやく改装から復帰。負けるわけにはいかぬ身でな。小菅城の戦いは真田軍の大勝で終わった。その後正行は小田原城を難なく攻略し、ついに上洛を開始した。時を同じくして越後では真田信雄の軍勢に加わる名だたる将たちが春日山城に集まっていた。どうしてこうなった？俺が一軍を率いることになるなんて。どうすれば？父上は、お前は諸国を練り歩きたいのじゃろう。それならばわしが手伝ってやろう。ついでに兵も渡すゆえ、それで前田を滅ぼすのじゃ。あとは頼んだぞ。なんて、わけのわからないことを踏みで言っていた。諸国を練り歩きたいということ、確かにそれに近いことを口にした気はする。しかし、それは平穏が訪れてからの話で、先の話のつもりだった。それにただの独り言だったのに、どこで聞いていたのか。まあ、こうなってしまっては、文句を言っても仕方がない。あの海でも見て、心を落ち着けよう。ほぼ山頂にあるこの春日山城から見える景色は、絶景だ。北を望めば広がった平野の先に見える海。この春日山に来てから、海というものを生まれて初めて見ることができた。かなり遠目で少ししか見えないが、なんとか波というものを見ることはできる。俺は目だけは異様だ。あの波の動き、一日眺めていても飽きない。信雄様。何やら、ぶつぶつとつぶやいておられるようだが、思案にふけっておられるのだろう。それにしても、以前に見た信雄様とは、雰囲気が全く違う。この落ち着いた雰囲気こそが、本来の信雄様ということなのだろう。それにしても、先ほどの諸将の顔合わせの席での、信雄様のお言葉には驚かされた。集まっていた諸将も、そのお言葉に息を飲んでいたほどだ。この前田攻略軍。集まった諸将は、一癖も二癖もあるものばかり。その場で、信雄様は、こう言われたのだ。ああ。みんな、よく集まってくれた。私が、父上から前田家攻略の命を受けた、この軍勢の総大将、真田信雄と申します。父上からは、ここに集まった皆が、歴戦の将であるということを聞いております。それで、あらかじめ知っておいていただきたいこと。私は、これまで、まともな戦の経験がありません。なので、ここからの戦、皆の力をぜひとも貸していただきたい。よろしくお願いします。以上です。というお言葉だった。皆は信雄様の腰の低さにもびっくりしたようだが、まともな戦の経験がないという、何気なくおっしゃられたお言葉。特にそのお言葉に驚きを隠せなかったようだ。自分で言うのもなんだが、私が信雄様に敗れた真田城の戦い、それと、先の戦いである小菅城の戦い。その二つの戦いは、信雄様が指揮を取り、大将を収めたということは周知の事実。この前田攻略軍の中で、その小菅城の戦いを経験した者は、信勝様を除けば、伊達殿のみ。伊達殿は、先ほどの顔合わせの時、信勝様が顔を出される前に、興奮しながら語っていた。小菅城の戦いのことだ。なんでも、自分たちの援軍が到着した時には、5万を超える徳川の軍勢は、すでに1600ほどしかおらず、我らはほとんど戦わなかった。信勝様がすでに勝負を決めていたと。それはもう、熱く語っていた。そして、こちらの軍勢に参加した方が、面白いということで、急遽、志願してこちらに来たと言っていた。要するに、小菅城の戦いは、信勝様が徳川5万の大軍を撃退。いや、壊滅させたということ。そして、今、関東徳川の城を真田軍が次々と攻略しているという知らせも受けている。真田家と徳川家の力の均衡。これが大きく崩れ、完全に真田家に天下の流れが来ている。信勝様の功績が、この天下の流れに、大きく影響していることは間違いない。その席にいた諸将も、そういった事実を知りつつ、信勝様の話を聞いたのだ。びっくりするのも無理はないだろう。この二つの大きな戦。天下を分けたとも思えるこれらの戦。信勝様にとっては、まともな戦ではなかったということだ。つまり、信勝様にとって、取るに足らぬ戦だったということ。信勝様と我ら、そのあまりの感覚の違いに驚き、言葉を発する者は誰もいなかった。それが終わって今、信勝様は天守から外を眺めながら、長い時間、思案にふけっておられる。さすがの信勝様も、この前田攻略、その難解さに悩んでおられるのかもしれぬ。まずは兵力差の問題だ。我らに与えられた兵は2万2500。調べによれば、前田軍が動員できる兵は、おおよそ3万。兵力ではこちらが劣っている。そしてさらなる問題は、おそらく攻め先になるであろう、富山城。上杉殿の話では、そこまでの道中、開けた平野しかないとのこと。前田には、徳川及び同盟軍の援軍が来ることも予想される。となれば、下手をすると、倍以上の兵力を相手に、見晴らしの良い平野において、正面から戦うというまずい状態になる。それに、こちらの将はここで見ると強いが、因縁を持つ者同士の集まりだ。決して、まとまりが良いとは言えない。ここが強くとも、まとまりのない軍勢は、ただの右往の衆。この状態で、まともにぶつかれば、仮に勝てたとしても、被害は大きなものになるだろう。そのまま前田の城の数々、これらを攻略し、そのまま上洛するのは、普通に考えれば至難の業。さすがの信勝様といえども、思案にふけるのは無理もないと言える。さてさて、この状況。信勝様は、どのような構想をお持ちなのか。楽しみだ。それにしても、信勝様。ずっと外を見ておられる。何か気になるものでもあるのだろうか。恐れ多いが、伺ってみることにしよう。信勝様。ああ、康政殿ですか。信勝様は先ほどから何をご覧になられているのですか。ああ、ですね。海を眺めています。波の動きが気になりましてな。波。いや、まさか、もしかして、信勝様は、もしや、海を渡ろうというお考えですか。確かに、この時期に、海を渡って攻めるというのは、前田も考えてはいないでしょう。裏をかいた形、ある意味、奇襲になり得るかもしれませんが。いやー、驚いてしまいました。何も言っていないのに、そこまで私の考えがわかるとは。ってなってしまいました。さすがは、康政殿です。やはり、そうでしたか。ただ、前田も我らも、全く考えていないというのには、訳がありまする。今は2月、冬でございます。この時期の北の海は荒れやすく、波も高くございます。まさか、この時期に兵を率いて海を渡るとは、普通は考えられませぬ。今は、いい天気が続き、風も少ないゆえ、荒れてはいないようですが。海については詳しくないのですが、今の空の状態が続けば、海は荒れないのですか。確かにずっと続けば、荒れることはないのですが、天候は変わりやすい上に、先のことは誰にもわかりませぬゆえ。ならば、海を渡ることはできるでしょうな。信雄様は、もしかして、天候が読めるのですか？はい、この地域における、この空と風の状態、かなり長く続くことはわかります。なんということだ。そんなことは当たり前だというような話ぶりだ。恐ろしい際、私が、信雄様の足元にも及ばず敗れたのも頷ける。では、海を渡って、進軍するということで、よろしいですか？はい、よろしくお願いします。あと、サスケに頼んで、康政殿の言葉は私の言葉だと、各将には伝えておりますゆえ。今後とも、私の意思を汲み、皆に指示を出してくれるようお願いします。はは。俺は戦のことはわからないから、康政に任せるしかないな。信雄様の心遣いが、胸にしみる。私は、他の将とは立場が違う。皆、平凡という形で真田家についている者たちだ。しかし私は、徳川を裏切り、真田家に来た人間。これから来るであろう徳川との戦い。私自身の腹は決まっているが、まだ疑ってる者たちは多い。それを、信雄様が私を信頼しているという態度を皆に示すことで、皆の私への疑いを少しでも減らそうとしてくれているのだろう。報いねばなるまい。私は、この恩に。そこからしばらくして、前田家に宣戦布告。どうやら、今は豊臣家に対して怒っているようだ。相手にとって不足なし。前田家攻略は、ここから行こうと思う。松並の兵数上限は1万3000。前田軍は3万を超える兵数を用意できるようだ。信勝の方が早いな。敵は、隣接軍にも向かってきていない、松並で戦えそう。おっと、正幸が関東管領を名乗ったぞ。来たな。兵数1万3000、今までで一番大きい規模の決戦。兵が増えてくると、戦いの感覚が違ってくるんだろうな。お、いいじゃん、パッと見、森林が多いじゃないか。よし、これでほぼ軍議力を使い切った。あとは位置変更をして軍議終了。信勝様の言う通り、天候は穏やかで、無事に海を渡ることができた。未だ、信じられぬ思いだ。そして、この動きにより、前田軍は慌てて北に軍を集結。さらに、前田の同盟軍、距離があるゆえ、兵を出すことが間に合わなかったようだ。そして、この松並の地形、お互い1万3000ほどしか兵が入れない。前田はなんとか3万の兵をかき集めたようだが、それも徒労に終わりそうだ。まんまと同数の戦いに持ち込めた。地形も、真田の得意とする森林がある場所だ。当初考えていた前田攻略とは、大きくかけ離れ、これは、十分に戦える状況。海を渡るという策からのこの流れ。すべては信勝様の狙い通りということか。しかし、信勝様。先ほどの軍議では。それでは、おのおの。抜かりなく。と、全く指示もせずに、その一言だけをおっしゃられた。そして、皆も何の言葉も発さずに出て行った。私は数々の戦をこなしてきたが、あんなに短い軍議は初めてだ。しかし、信勝様のやること。常人の考えではわかるべくもない。海を無事に渡ったことで、皆の信勝様への信頼は絶大だ。信勝様の指示。それはおそらく、おのおので考えて動けということなのだろう。そして、それぞれ、思い思いに配置をしたようだ。私は罠設置の指示をした。その後、信勝様から何も言われないということは、悪くはないということなのだろう。開戦じゃー。どうやら伊達殿の鉄砲隊、敵部隊の奇襲に成功したようだ。信勝様。まずは、伊達鉄砲隊の奇襲が成功したようです。ついに、始まったか。俺の野戦の経験は海図上の戦いのみだ。父上の軍勢に加わって参戦した。他の戦といえば、浅野攻略の際のいくつかの攻城戦。あとは籠城戦が3回。そして、それらすべて、例外なく、俺は寝ていた。覚えているのは、軍議の際の、父上の最後の言葉だけ。それらの戦、気づいた時には勝っていた。もう、今回の戦が、初陣みたいなもんなんだよな。いかん。眠くなってきた。いや、この状況で寝るのはまずい。安政はすごい眼差しで見つめてきているし。そうだ。海だ。この近くには海がある。海を眺めることで気持ちを落ち着け、眠気を抑えるんだ。信雄様。急にどうなされたのだろう。戦場に背を向けられている。そういえば、春日山を立つ前に、信雄様はおっしゃられていた。信雄様の意志を汲み、全軍に指示を出せと。この動きにどういう意味があるのか。まだよくわからぬ。だが、我が隊に伝える。海の方向に向きを変えよ。それと隣の志村殿の部隊にも同じことをするように伝えよ。ここも鉄砲危ない。奈落で跳ねた後に攻撃したらまずい。信雄も鉄砲隊、後ろに向けておこう。やりたい。前へ。なんか、信雄に向かってるのか、敵は。やりたい。前へ。よし、強襲が決まった。なるほど、こういうことか。戦場に背を向けることにより、挑発を仕掛けたということか。もしくは敵は好機と見たのか。とにかく、敵の全部隊が信雄様のいる我が隊に向かってきた。そうなれば、この味方の配置。敵の横っ腹をたやすく突くことができる。なるほど。信雄様は、味方に布陣を自由にさせ、そして、敵布陣を確認した上で、どうするのかを考えられたのか。この誘いの策により、私の張った罠も、十分生きたようだ。まとまりのない軍勢になりそうと思っていたが、信雄様にいいところを見せようと、皆で功を競い合っていることが、良い方向に動いており、まとまりのある軍勢になっている。こうなれば、この軍勢は強い。大将だ。まさしく大将と言える。戦が終わった後、信雄様は、皆のおかげで勝つことができました。父上にもそう伝えておきます。と、諸将に伝えられた。その前に私が、信雄様の策を皆に伝えていたので、顔には出さないが、功を家臣に譲るという信雄様の考えに感動を覚えていたようだ。それにしても、春日山を立ってから、この戦まで、信雄様には驚かされることばかりだ。天候を読み、海を渡り、松波という戦場に敵を誘い、敵の同盟軍の動きをなきものにし、敵領であるにもかかわらず、有利な状況を作り出す。そして、この大将。春日山にいたあの時から、信雄様の狙い通りになったとしか、考えられない。そういえば、あの時。こんなことを言っていたな。兵もたっぷりいる。真田がこの戦に勝ったとはいえ、自利品になるのは明白ではないか。我が名は真田信雄。日の本の全てを見渡すことができ、先を見通すことができる男。おう。なんという大ボラを吹くやつだと、あの時は思ったものだが。今ならわかる。信雄様は、本当のことしか、おっしゃっていなかったということに。真田信雄は前田軍3万を一蹴した。信雄の意向の前に前田軍の上司たちは次々と降伏。それは難攻不落を誇る七尾城も例外ではなかった。さらに正行から急遽福島家攻略の命を受けた信雄は南へと進軍、毛利勝長、福島正則の軍勢を打ち破り、郡上八幡城を瞬く間に攻略していた。その勢いはもはや破竹のごとしであった。信雄様はご寝所に戻られた。気にせずに続けてくれとの仰せだ。ささ、今宵は皆で飲み明かそうではないか。まあ、信雄様は我らのような扱いにくい者たちを束ねておられる。さぞお疲れであろう。しかしこの強行軍、ここまでこのような宴を開く間もなかったわけではあるが、それがしはあまり疲れてはおらぬ。それは俺も同じだ。戦が簡単に終わりすぎているからだろうな。俺は今まで死をかけた戦を幾度となくしてきた。ここにいる皆も同じだろう。戦に勝つためにやることは、敵の腹を探り、さらに探り、そしてさらに深く探る。戦というものはいわゆる馬鹿し合いだ。そうやって初めて勝ちというものが見えてくる。今までそれで生き延びてきたわけなんだが、信雄様の軍に加わりここまでやってきて、なんというか、その考え方が崩れてきている。戦というものはそこまで考えてやらなくても勝てるものなのではないかと。ははは、伊達殿。その偉業は、まるで、信雄様が何も考えていないように聞こえてしまうではないか。いやいや、信雄様が総大将であれば、簡単に戦に勝ってしまうゆえの話だ。それにしても、皆、仲良くなったものだ。春日山を出た頃は、かなりギスギスしていたものだが。それに、伊達殿。少し前であれば、信雄様だけでなく、大殿に向かってさえ、呼び捨てにするほどの傍若無人さであったが、今となっては、完全にそのなりを潜めて、信雄様に対しては様付けになっている。信雄様の際は、伊達殿ほどの名称にも、変化をもたらしてしまうのか。伊達殿の言う通り、我らの初戦、前田と品川との戦も簡単ではあったし、その後の二度の野戦、始まる前は、どうなるのじゃろうと思っていたものじゃったが、結果は。毛利勝長との戦い、軍議において、信雄様からの指示は何もなかったな。確かに、具体的な指示こそはされなかったが、重要な情報を我らに教えてくれた。天候は数日、曇りが続いていたが、雨が降り出すのがいつからか。それを教えていただいたことは大きい。我ら右翼の騎馬鉄砲隊、鉄砲こそは使えぬが、敵は強い雨で、馬蹄の音や馬のいななきが聞こえないゆえ、我らの位置を把握できず、綺麗に吸収が決まった戦だったな。わしは伊達殿と右翼側におり、伊達殿についていく形じゃったが、左翼側にいた上杉殿、よくぞうまくこうしてくれたものじゃ。いや、それが下佐竹殿、伊達殿の動きはわからなんだ。あれは本体から指示があったのじゃ。はい、信雄様が采配を振られたので、左翼側の部隊に、それがしが指示を出したわけであるが、あの時の信雄様、空をずっと眺めていると思いきや、いきなり采配を振るわれた。首もガクガクとされていて、独特な采配の振り方ではあったな。なるほどな。気を見るに便。さすがは信雄様といったところか。まあ、あれほどのびのびと戦え、味方と綺麗に連携が取れた戦。気持ちいい戦じゃった。いやいや、気持ちいい戦といえば、次の福島正則との戦ほどではなかったのではないか。賤ヶ岳七本槍の筆頭、福島正則。難敵じゃ。正則はうまく周囲の国衆を招聘し、こちらより3000ほど兵が多かった。戦が始まる前は、前田利長や毛利勝長との戦のようにはいかない、厳しい戦になるじゃろうと思っておった。じゃが、この時の軍議も、信雄様からの具体的な指示はなかったの。しかし、信雄様。それがしには、敵が到着する数日前に、雨がいつ降り出すのかを教えてくれていた。それがしは、その時の信雄様の意志を汲み、福島軍を水鉄砲で攻めることにした。関小路、雨が降り出してからではその完成は難しい。雨がいつから降り出すのか、それを知ったことで関の突貫工事が成功した。何しやがる。汁もしたな。始めるぞ。結局、あの罠で敵の半数以上が減った。勝利は敵とぶつかる前に決まってしまったな。横槍を入れよ。やりたい。そこからはあれじゃったな。伊達殿の独壇場であった。俺がのびのびと動ける。この信雄様の軍勢は、それを許してくれる雰囲気があるからな。まあ、この戦で、我ら信雄軍の恐ろしさ。福島正則も身に染みたことじゃろう。仕方ねえ、一旦引くか。勝って兜の王を締めよ。おごるでないぞ。それにしても信雄様、軍議での指示はなし。戦場では常に後方に追わし、采配もほとんど振るわれぬ。信雄様の武勇、それは凄まじいものだと聞いてはおりますが、まだこの目で見たことはありませぬ。実はそれがし、信雄様の誠の実力、疑っている次第でござる。ふむ、この中で、そこに疑問を持つ者が出てきたか。信雄様が何故、誠の実力をお見せにならないのか。それには理由がある。いや、これは信雄様から直接聞いたわけではない。だが、それがしは信雄様のそばで使える身。信雄様のお心は分かってしまうというもの。だが、信雄様自ら、皆にお伝えしていないことだ。それが死が話すようなことではあるまい。それは上杉殿。信雄様が、前線に出て、武勇を振るわれないことに関しては、余裕のない戦ならいざ知らず、総大将御自ら、前に出て戦うこともあるまい。まあ、見たいという気持ちはわかるがな。信雄様が誠の実力を見せない。上杉殿の疑いに関しては、榊原殿が何かご存知であるようじゃな。顔に出てしまっていたか。さすがは佐竹殿。確かに知ってはいる。だがそれがしが、伝えることではない。まあ、榊原殿のその態度で、信雄様のお心、分かってしもうた。信雄様のお心？いや、それがしには、さっぱりわからないのじゃが。ここまで聞いてしまっては、気になって仕方ありませぬ。佐竹殿、教えてくだされ。そうだな。俺も、気になるところだ。ふむ。ここにいる者たちだけに伝えるのであれば、構わぬか。信雄様の武勇に関しては、直接戦ったことのある榊原殿が、よく知るところじゃろう。あの凄まじい突撃。なんとか帰ってこれた徳川兵たちの多くは、未だ、それが夢に出てきて、前を、うなされていると聞く。まあ、そういうことじゃ。何故、信雄様は具体的な策を示さず、采配をこまめに振るわず、前に出てその武勇を振るわぬのか。結論を言おう。それらすべてを信雄様が行えば、我らの出る幕が、なくなるからじゃ。な。そのようなこと、信雄様の口から言えるものではない。我らを魚でするようなものじゃからな。伊達殿は言っていたな。気持ちのいい戦だったと。自由に動ける雰囲気があると。我らは自らで考えて動き、自由に動き、そして戦に勝ち、多くの功を挙げていると思っている。じゃが、信雄様は、それらすべてを見越していて、あえて動いておられないのじゃ。な。我らが絶対にわからぬ先の天候、それを静かに伝え、そこから先の動きを示唆するのみ。それに、信雄様は、戦が終わった後、必ず我らにこう申される。皆のおかげで勝つことができました。父上にもそう伝えておきます。と。信雄様は、自らの功などどうでもいいようぜ。それよりも、我らのことを第一に考えてくれておられる。よいか、ここまでの前田、毛利、福島との野戦。信雄様の健康の先読みがなければ、このような簡単な戦になっておらぬ。それに比べて、我らの動きなど、勝てるべくして勝てた戦に、乗っかったというだけぜ。せが、信雄様は、その自らの功を誇らず、王との見伝えもせず、我らに全ての功を譲っておられる。信雄様のお心とはつまり、我らに気持ちよく戦わせ、そして大きな功を上げさせる。こういう話になっていなければ、我らはそのことに全く気づかない。まあ、そういうことじゃな。ということは、この、我らが、信雄様の手のひらで、完全に踊らされている。ということにならぬか。いや、だがしかし、それも悪い気はしないでござるな。若い総大将が、我ら年寄りに、そこまで気を回してくれておるのじゃ。そのお心にお答えせず、どうするのかという話じゃな。さすがは佐竹殿。信雄様のお心。まさしく、その通りだ。佐竹殿は、ここにいる伊達殿。そして北条という大国に挟まれながらも、家を守り抜いたお方。それに東国にありながら、どの大名よりもいち早く、中央に目を向け、太閤秀吉に手を回していたというのは有名な話だ。そして、太閤の小田原征伐が来るまで、家を守り抜いた。鬼と呼ばれるほどの、武勇を持ちながら、その卓越した外交能力をも併せ持つ。人の心を読むことなど、造作もないということか。面白いぞ。ただまあ、その信雄様をして、一つ誤算があったようだな。誤算？それは、榊原殿以外に、信雄様のお心を看破した者が、この中にいたということだ。信雄様からすれば、我らがこのことを知らないまま、進んでいきたいところだったであろう。まあ、そうであろうな。まあしかしだ。ここにいる我らは、このまま知らないふりをして、信雄様の手のひらで、踊っていこうではないか。そうだな。いやあ、愉快。さ、飲もう。空じゃダメだ。空じゃ弱い。海じゃないと、どうしても、眠ってしまう。ついに対真田連合が結成された。しかし、勢いに乗る真田軍の前には、時すでに遅く、池田、福島を飲み込もうとしていた。真田の部活は郡上八幡城から、すぐさま福島家の犬山城を攻略。そしてさらに、清洲城をあっという間に包囲。徳川家との私有を決する時が近づいていた。そして、その頃、真田正幸は、岡崎城を水攻めにて包囲。弟、真田信忠と、威望を、打っていた。兄上、どうしてもわからないことがあります。どうした？負けそうになったら話しかけて、わしを惑わす作戦かの。いや、どう見てもこちらが勝ちそうなんですが。まあよい、それで、何がわからないのじゃ？はい、信雄のことです。ほう、信雄のことか。はい、信雄の小さい頃から今までを知ってる私としては、不思議でしょうがないのです。ほう、信雄の、何についてそんなに不思議に思っておるのじゃ？はい、世間一般で知られてる信雄は、徳川の大軍を撃破したとして、その名を轟かせていますが、それは、兄上がそのように仕向けたと、私は知っているわけです。そして信雄自身、戦嫌いであり、なおかつ戦自体をよくわかっていない。そのことも、私はよく知っているわけです。ところがですよ、信雄は、戦に勝ち続けてるんです。信雄が北陸から攻めるように指示をしたのは兄上なので、賞賛があってのこととは思っていましたが、このからくりがどうしてもわかりません。いや確かに、伊達、佐竹、上杉、榊原とそうそうたる者が信雄の指揮のもとに集まったわけではありますが、彼らには確執があり、作戦の意見もぶつかるのは間違いないと見ておりました。それを信雄がまとめ上げ、戦に勝てる軍勢にするということ。それはあまりにも困難だと、正直、私は思っておりました。それなのに、聞くところによると、彼らはの部活に心酔し、兵の士気もすこぶる高いとのこと。いくらの部活が徳川の大軍を撃破したと思い込んでいるとはいえ、一度でも同じ陣中にいて戦を行えば、の部活の戦知らずに気づかないわけがない。彼らほどの者たちが、そこを見抜けないとは、どうしても考えられないのです。兄上、私の手番ですぞ、二度打ちは反則です。おお、すまん、お主が話に夢中になっておるから、もしや気づかぬのではないかと思うてな。何を姑息なことをやってるんですか。はい、兄上の手番ですぞ。それで何の話じゃったか。の部活のことじゃったの。まあ、あれじゃ、の部活のことについてかなり大事なことをな、お主に知らせていないことがあっての。ほう、私の知らないこと。ですか。それは聞きたいですな。の部活。やつはの。先の天候が読めるのじゃ。ほほう、そのようなことが。その土地に長くいる領民らの中には、小鳥が低く飛べば雨が近いとか。前日から翌朝に霧が出るのがわかるとか、そういったことを聞いたことがあります。の部活もそんな感じでわかるということですか。いや、そんなものではないぞ。わしの知る限り、の部活は7日先くらいまでの天候であれば、間違いなく当てよる。え？いや、兄上、ちょっと待ってください。ざれ事はおやめくだされ。そんな先の天候がわかるわけがないでしょう。それはもはや、陣地を超えておりますぞ。そうじゃろう、その陣地を超えるの部活の技、それを目の当たりにすれば、奴らとて、の部活の凄さを疑うことはない。これで話が繋がるじゃろう。なるほど。確かに、そこまで先の天候を読むことができるのであれば、戦で有利になるどころの話ではありませぬからな。しかし、あの部活が、そのようなことになっていようとは。それとの部活はの、天候が読めるということ、それについて自信がすごいとは全く思っておらぬ。それが奴らにとって、の部活の凄みを感じる一つにもなっておるじゃろうな。ほほう。いやしかし、いくらの部活があれとはいえ、さすがに自覚はあるのではないですか。この日のもとにそれができる人間は、の部活以外におりますまい。まあ、それはあれじゃの、源次郎の影響が大きいじゃろうな。ほほう。あれはいつじゃったかの。の部活の元服前の話じゃったか。父上、私は大変なことを知ってしまいました。どうしたのじゃ、いきなり。まあ、落ち着いて話すがよい。はい、実は、一月ほど前の話からになるのですが、真田の里に行った時に、の部活が田のあぜに座っていたのを見かけましてな。おお、の部活か、しばらく見ておらぬな、あいつは、もういくつになったんだ？14になったと言っておりました。ほう、そうか。はい、それであぜに座っていたの部活なんですが、空を見上げていたので、天気でも気にしているのかと聞いたところ、の部活は、こう答えたんです。はい。と、それから、夕方から強い雨が降るので、今日は早めに帰らないと、みたいなことを言ったんです。その時は昼前で、空を見ると雲一つない天気だったので、何言ってんだこいつ、と思ったのですが。当たったのか？はい、当たりました。それとの部活はこの雨は3日続くといい。そして、ちょうど3日後に雨は止んだのです。ここからは長くなりますが、カクカクしかじかで。にわかには信じられぬ話だ。それが誠の話であれば、もはや人間技ではないぞ。兄上、私は嘘などつきませぬ。この一月、足しげくの部活の元に通い、調べ上げたのでございます。源次郎、お前、俺が徳川との交渉で、胃の痛い思いをしてる時に、そんなことをやってたんだな。はい。それで一つだけ問題が。どうした？はい。の部活のその技について確認をしていたところ、ある時、の部活が私にこう言ったのです。もしかして兄上は、空と風の状態がどうなるのか、お分かりにならないのですか？と。私はそのまっすぐなの部活の眼差しを受け、つい、こう答えてしまいました。わかるに決まってるだろう、よいか、の部活、それができるのはお前だけではない、いい気になるなよ。と。何やってんだ、何が私は嘘をつきませんだよお前、めちゃくちゃ嘘ついてんじゃねえか。そうだな、源次郎。嘘はいかんぞ、嘘は。まあそうじゃの、その部活の件はわしも確かめねばなるまい。源次郎の嘘もわしから話しておくぞ。はい。申し訳ありませぬ。お前たち、の部活の件、確かめてきたぞ。おお、父上、お帰りなさいませ。して、どうでしたか？源次郎の話は誠なのですか？間違いなさそうじゃぞ、恐ろしき際じゃ。近いうちに徳川とは戦になるじゃろう。天候。間違いなく作戦を行う上で役立つに違いない。でかしたぞ、源次郎、の部活の際、この大事な時によく見つけてくれたものじゃ。は。あ、それで一つだけ問題があっての。どうされたのですか？の部活のその技について確認をしていたところ、ある時、の部活がわしにこう言ったのじゃ。もしかして父親は、空と風の状態がどうなるのか、お分かりにならないのですかと。わしはそのまっすぐなの部活の眼差しを受け、つい、こう答えてしもうた。わかるに決まってるじゃろう、よいか、の部活、それがわかるのはお前だけではない、源三郎も源次郎もじゃ。真田の血を引く者は皆、先の天候が読める、わかるか、の部活、いい気になるんじゃないぞ。と。何やってんですか、父上、源次郎には追っかけて嘘をついてるじゃないですか。いつの間にか私も巻き込まれてるし。どうするんですか？うむ。まああれじゃ、当主の言ったことは覆せぬからの、よろしく頼むぞ、お前たち。面白い。まあ、そんな話があっての。源次郎にも困ったものじゃ。どう聞いても、問題なのは兄上の方ですよね。今となってはそのことで結果的にうまくいっておる。計画通りといったところかの。まあ、そうなりますかね。それにしても源三郎は災難ですな。真面目なのに、口裏合わせをしなくてはいけないとか。何を言っておる、お主もじゃぞ。え？お主も真田の血を引いておるではないか。あ、すまぬ。血と足が痺れてしもうた。いい勝負じゃったのにのう。ついに真田軍は、徳川領内に侵攻を開始した。その勢いは激しく、岐阜城を瞬く間に攻略。一気呵成に徳川を滅ぼすかに見えた。しかしこの時、徳川家康は、虎視眈々と逆転の秘策を練っていた。正信、どうじゃ。例の件、調べはついたか。はい、ようやくわかりました。真田が何故、ここまで連戦ができるのか。兵糧が何故、ここまで持つのかということに。やっとわかったか、でかしたぞ、正信。して、正幸めはいかにして兵糧を工面しておったのじゃ。はい、それは。闇取引でございます。闇取引じゃと。はい、我ら徳川とは商いを行わない、闇商人というものがいるようで。正幸はそれを利用して、かなりの安値で兵糧、および馬鉄砲を手に入れていたようですな。まことか。我らに気づかれずに、そのようなことを行っておったとは。して、正信、手は打ってはいるのじゃろうな。はい、もちろんでございます。もはや以前のような取引はできないよう、闇商人を脅しておきましたゆえ。正幸にとってこの影響は大きいかと思いまする。そうか、それはでかした。それともう一つ。正幸が行っているのは借りた狼藉です。ふむ。敵地で稲を刈り取っていたか。占領した後、民の反感を買うゆえ、やりにくいと思う大名は多いはずじゃが、正幸は、それを気にせずにやっていたということか。はい。なんとも恐ろしい男でございます。ただ、正幸が今攻めてきているのは、この徳川領。好きなようにはさせぬよう、手は打っております。そうか。それであれば、正幸めはさぞ慌ててることじゃろうな。さようで、すぐさま我らが領内に侵攻しているあたり、兵糧切れになる前に、我らを滅ぼそうと躍起になっているように見えます。ふむ、となれば、狙うは真田の兵糧切れじゃな。さようで、こちら領内に入られている以上、戦わぬわけにはいかぬが、極力戦いを長引かせねばならぬ。そして、今の脅威はとにかくの部活じゃ。の部活には、わし自らが軍を率い、当たるつもりじゃが、準備に時間がかかる。それまでの部活、それと正幸もじゃな。特にその二人とは無理にぶつからぬようにと、各隊に伝えよ。は。おっとここで、名古屋城の攻略が完了して、福島家を滅ぼしたぞ。包囲網の左翼側は突破したな。あ、ここ、なんかの部活をかわそうとしてるじゃないか。逃しませんよー、ここでまともにぶつけ合ってもいいぜ。皆の者、我に続け。あ、逃げた、そっか、そんなに怖いのか。行こうか。いざ参ろう。お、移動させようとすれば戦えるかもしれないのか。これくらいの兵数で2000差ならいけそうだな。我にあら、また敵軍勢が消えちゃったよ。西から大垣城の方にも来てるな。手を打とう。お、関ヶ原あるじゃん。敵4万6千か。戦場上限10万。殿、新たな砲が入りました。申せ。はい、ここまで各隊、正幸、信勝との戦いを極力避けることには成功したようですが、それに業を煮やしたのか、信勝がどうやら、関ヶ原に陣取ったようです。ほう、関ヶ原に。はい、そして、信勝はこんなことを言っているようです。家康ー、関ヶ原しようぜー。は？続けて、家康ー、逃げるなよ、家康ー。そのような言葉を各地で流して噂にしようとしているようです。ふむ。真田信勝といえば、今まで謎めいた存在じゃったが、そんな軽い、ふざけたやつじゃったのか。それにしても、わかりやすい、安い挑発じゃ。じゃが、効果的でもある。この戦い、真田の兵糧切れで勝った後、諸勢力をこちらの味方につけねばならぬ。徳川が戦から逃げたとならば、ついてくる者もついてこぬ。正信、わしの兵の準備はできておるか。いえ、まだ整っておりませぬ。ふむ、そうか。関ヶ原に陣取っている信勝の兵はいくらじゃ。1万6千でございます。ふむ。関ヶ原に最も近い我が軍の隊は誰じゃ。前の忠康4万6千でございます。3倍の兵力か。ならば勝てるな。関ヶ原では小細工は効かぬ、兵が多い方が勝つのじゃ。わしが関ヶ原で西軍に勝ったのも、事前の調略で動かぬ者、裏切る者を作り、兵力で上回ったことが大きい。そのあたり、若造の信勝、わからぬと見える。戦に勝ち続けておるからか、若さゆえのおごりが出ておる。正信、すぐさま忠康に動けと指示を出すのじゃ。兵を分け、信勝を挟み撃ちにし、奴を撃てと命じよ。は。信勝よ、敵の大軍が出てこぬゆえ、ちと困っておる。そこでお前の出番じゃ。今より関ヶ原に向かうのじゃ。さすれば、敵は必ず大軍で出てくるじゃろう。なんといっても関ヶ原は、兵の多い方が勝つ地形じゃ。お前の兵の数倍の敵兵が来てくれるのは間違いなかろう。なあに、何も心配はいらぬ。しっかりと家康は挑発しておくぞ。兵は間違いなく出てくるからの。あとは頼んだぞ。何言ってんだ。この人。兵が多い方が勝つんだったら、こっち、負けるってことなんじゃないの？兵糧が少ない真田軍は、徳川軍相手に短期決戦を目論んでいた。しかし、老快な徳川家康は大きな決戦を避け、長期戦を模索。真田軍から決定打をもらわないように動いていた。じれた正幸が取った策は、信勝軍を関ヶ原に向かわせることで、家康を挑発することだった。かくして、第二の関ヶ原の幕が上がる。はあ、父上の言いつけ通り、関ヶ原には陣取ったわけだけど、敵4万がこちらに向かってきているらしい。この文を届けに来た佐助は、さらに父上の言葉があるということで、それを口上で伝えてきた。それは、この文の内容を、誰にも言ってはいけないということ。そして、誰にも相談してはいけないということ。それともう一つ、関ヶ原に陣取り、敵の大軍が来るのを確認すれば、俺の好きに動いていいという話だった。めちゃくちゃな話じゃないか。さっき敵4万の報告をしてきた康政を含め、あの方たちは、少し離れたところで談笑しているようだ。余裕がある。なぜかこの戦に勝てると思ってるようにも見える。父上の言っていた、関ヶ原では兵の多い方が勝つという。その話を知らない彼らではないはずなんだけど。それにしても、父上。俺は戦のことはわからないのに。一体、どうしろと、言うんだ。よし、どうやらまだ信勝は、関ヶ原であぐらをかいているようだな。毛利殿。は。私は家康様より、信勝を挟み撃ちにして、奴を撃てと命じられている。その別動隊の役目、大久保殿と共にやってくれまいか。は、お任せくだされ。調子に乗った真田信勝。目に物見せてくれるわ。信勝、関ヶ原にずっといるとさすがにまずいな。お、ここ、たるいいじゃん。たるいで待ってみるか。進め。前野殿、関ヶ原の。真田の軍勢が動き始めました。どうやらしく動きを見せております。なんだと。ひよったか、信勝。私は家康様より、絶対に信勝を討てと命じられている。毛利殿はかなり先行もしている。放ってもおけない。おうぞ、毛利殿であれば、引いてる信勝の、さらに後ろを取ってくれるはずだ。は。これは、霧か。前野殿、この濃い霧では前が見えません。このまま兵を進めては、危のうございます。そうだな。この霧であれば信勝も動けまい。よし、ここで霧が晴れるまで待機するぞ。は。ああ。逃げてしまった。思いっきり逃げてしまった。康政から、敵別動隊がこちら背後に回ろうとしている、という報告を聞いたとき。とっさに体が動いてしまった。つい最近、この地を通った時、この時間に霧が出ることが分かっていた。この地に逃げ込めば、助かるのではないかと思ってしまったのだ。父上からの、好きに動いていいという言葉もあった。だけど、周りに何も言わずに、一人で勝手に動いてしまった。総大将として、あるまじき行動じゃないか。どうしよう。さっき、景勝が真っ先に俺の元に来たので、霧が晴れる時間だけは伝えておいたけど、いかん。眠くなってきた。関ヶ原の手前、垂井に布陣した真田信勝軍。そこに徳川の軍勢が猛攻を仕掛けようとしている。その猛攻をしのぎ、天下を狙うことができるのか。天下分け目の戦い。なるほど、信勝様は、関ヶ原に陣取ることで、敵の大軍をおびき寄せ、まんまと決戦に引きずり込んだということか。はい、敵はどうやら信勝様を避けているようでしたゆえ。ふむ、そしてこの霧、信勝様はこの霧を利用しようというお考えということだな。はい、それで今、信勝様は眠っておいでです。ふむ、なるほど、あとは我々で考えて動くようにということであるな。まずは、兵たちに一切の音を立てぬよう、指示をしなくてはならんな。霧を利用するのであれば、こちらの位置を敵に知られてはなるまい。それはすでに抜かりなく。はい、それがし、信勝様本体及び各隊に、その指示はすぐ出し申した。さすがであるな。みんな、集まってるな、周りを少し見てきたぞ。こう、して、どうだった？ここから東側、川の向こうに敵がいる、位置的に敵の別動隊だろう。おそらく優秀な武将が率いている隊だ。素早くこちらの引く方向に陣取っている。霧がなければ綺麗に挟み撃ちを食らっていたぞ。ただ、ほんのわずかだが、馬の稲鳴きが聞こえた。それで敵の位置が確認できたわけだ。この独眼竜。この片目に見通せぬものはない。目は関係ねえじゃねえか。それで敵本体なんだが、我らが信勝様を追って通ってきた道、そこで立ち止まっているようだ。これは気配でわかった。結構近いぞ。なるほど。信勝様はこの状況を作られたということだな。して、我らはどうするか。少し、それがしからよろしいか。信勝様が眠られる前に、それがしは信勝様から、霧が晴れる時間を伝えられた後、信勝様はそれがしに、こうおっしゃられた。景勝殿、あとはよろしくお願いします。と。それがしは、その言葉の意味を、ずっと考えていたわけだが、今、伊達殿の報告を聞いて合点がいった。霧が出ているということ。こちら振り返った先、正面に敵本体。敵別動隊がいて、川向こうにいる。似ているのだ。八幡原に。八幡原。天津港と信玄港の川中島の戦いか。そうだ、それがしはまだ元服しておらず、その戦いには参陣しておらなんだが、父からよく話を聞かされたものだ。信勝様の、あとはよろしくお願いしますという言葉。このことを思い出せということだったのではないかと。なるほど、その戦ならわしも聞いたことがある。上杉は山から降りてくる武田別動隊を川で足止めし、その間に武田本隊を攻撃するという流れだったはず。なるほど、それを行えば勝てる、信勝様はそう示唆されたということか。うむ。では、それに沿って戦うということでよろしいか。かしこまった、それがしは敵別動隊、川近辺に罠を仕掛け、足止めをするとしよう。うむ、それで霧が晴れたと同時に、別本隊に向けて全軍が当たることにしよう。ふっ。信勝様はさすがだ。俺のように見回りをされなくとも、敵の動きを予測し、すでにその位置を把握されていたというわけか。前野殿、霧が晴れてまいりました。来たか。よし、すぐさま信勝の追撃を開始するぞ。いえ。前野殿。あれを見てください。目の前に軍勢が、見えます。なに?あの旗は。大変です、前野殿、真田の軍勢が、目の前にいますぞ。なんだと、物音をこちらに聞かせずに、ここまで接近されていたのか。前野殿、落ち着いてくだされ。まずは、各隊、鉄砲を打ち鳴らせー。こちら本隊が敵と交戦を開始したこと、別動隊の毛利殿に知らせるのじゃー。罠を使ってるけど、敵にも泥罠を使われるのが一番嫌なんだよね。勝手に設置されていた砦は壊されて、右側では、敵に部隊がまんまと泥罠にかかったようだ。正面では、敵一部隊が罠にかかった模様。右側の敵二部隊は足止めでしたので、もう、敵総大将方面を狙っていこう。右側の敵が来る前に総大将を倒しきりたいところ。よし、罠にかかった敵を壊滅させたぞ。こっちの被害はまだにだぞ。さすがつ。よし、行こう、敵総大将に行こう。ここで逃がさずに終わらせたいよ。追っかけっこはしたくないよ。まさか我らがやりたい前。まさかよっしゃー。勝って兜の王を占めよ。おごるでないぞ。よし、何にせよ敵4万を削ったぞ。さすがつ。なんじゃと。前の忠康が真田信勝に敗れた。じゃと。はい、どうやら信勝の関ヶ原陣取りは、こちら徳川の大軍をおびき寄せるための策だったようでございます。まことか。はい、決戦の地は関ヶ原ではなく、垂井で行われたようですな。認めるしかありますまい。真田信勝。あの男、かなり手強くございます。正信。はい。真田の兵糧はどうなっておる？かなり少ないという情報は得ております。兵糧がなくなるのも時間の問題かと。そうか、何にせよ、信勝だけは倒さねばならぬ。正信、わしの兵の準備はできたか？いえ、まだ整っておりませぬ。ふむ、もう待てぬな。かねてより練っていた作戦をここで使う。正幸相手にと考えていたが、信勝相手に使うぞ。先に義明を出陣させておけ、打ち合わせ通り、あの作戦を使う、標的は信勝じゃと伝えておくのじゃ。かしこまりました。わしも続いて出陣する。あの若造、真田信勝に、戦いは戦が始まる前に終わっているということ、それを教えてやる。1605年1月。近江、水口の地にて、徳川家康対真田信勝の、最終決戦が、行われようとしていた。真田信勝は、垂井の戦いで前の忠康4万を打ち破った。またもや徳川の大軍を打ち破った真田信勝の名声は、さらに天下に轟くことになった。そこからの信勝は真田正幸の命を受け、兵の補充もせず、休むこともなく牧島城攻略に向かう。この時、徳川家康は名声を高める信勝を自ら討伐することを決意。最上義明を大阪から出陣させるとともに、自身は八上城から出陣を開始。近江、水口を決戦場所に選ぶ。こうして、1605年1月、徳川家康と真田の部活の、運命の決戦が、始まろうとしていた。家康様、ここ水口において、お味方の布陣、完了いたしました。して、信勝の動きはどうじゃ。はい、信勝勢、現在はここから東、日野のあたりにおり、こちらに向かってきております。それでただすけよ。この我が軍用を見てどう思う、正直に申せ。恐れながら申し上げます。私の見えている限り、こちら参陣している徳川勢は武将が少のうございます。真田勢と比べ、兵数こそ互角ではありますが、このままぶつかることがあれば、我らが軍勢、苦戦することは必至。ただ、家康様においては、何かしらの策をお持ちなのでは、と存じ上げます。その通りじゃ、お主もこのままでは不安じゃろうて。どのように信勝を打ち破るのかを、教えてやろう。以前に最上義明が真田からこちらに寝返ったことは知っておるな。じゃが、それは正幸の策じゃ。誠ですか。こちらに寝返るように見せかけるという、埋伏の毒の契約じゃ。じゃが、正幸は分かっておらぬ。詳しいことはここでは言わぬが、義明は娘の件もあり豊臣を恨んでおる。それ以来は特に義明はずっと徳川方なのじゃ。正幸に対して、恨みとまでは思ってはおらぬじゃろうが、正幸は西軍についた側じゃからの。こちらに寝返った後も、義明とは何度も話し合っておる。要するに正幸の策は筒抜けというわけじゃ。なるほど、さすがは家康様です。それで今、義明は、信勝勢の後方、甲賀の鮎川あたりで、15000の軍勢を率い待機しておるはずじゃ。誠ですか。それならば。勝てる、兵数差は倍の状態で信勝勢を強撃にできるってことじゃ。じゃが、わしも分かっておる、信勝を侮ってはならぬ。そこでじゃ、念を入れて、ここから正幸に策を仕掛けておる。さすがは、家康様です。義明にはの、事前に正幸にこう伝えるように指示しておる。わしと義明で、信勝勢を挟み撃ちにするということで、わしを戦場に釣り出し、義明はわしにそう思わせつつ、そのまま味方として信勝勢に加わり、わしを打ち破るという内容じゃ。そうすれば、正幸から信勝に連絡が行き、義明はすんなり信勝勢に加わる。内側から味方と思っていた義明勢が、いきなり暴れ出し、さらにその時、わしの軍勢が加勢すれば、どれだけ信勝が戦に強かろうが、もはや関係はない、蹂躙できるというものじゃ。敵が策を仕掛け、うまくいくと思った時、そこが最もこちらの策を仕掛けやすい時なのじゃ。愚かなり、真田正幸。場数が違うのじゃよ、場数が。条約戦において、わしに勝てる者など、おるものか。真田の部活は今、日野のあたりか。よし、我が軍、前進じゃ。これより、真田の部活を撃つ。攻撃はわしが合図をしてからじゃ、くれぐれも気をつけよ。さて、叔父の最上義明が、こちらと合流すると知らせてきた件についてだが。確かに、小菅城の戦いの際の軍議で大殿から聞いた。最上殿は徳川の内定の任につくと。そうなのか。わしは参加しておらぬゆえ知らなんだ。はい、それについてなのですが、それがし、信勝様にどう思われるか聞き申した。ほう、信勝様はなんと知らない、と一言おっしゃられました。知らないか。なるほど。まあ、そういうことか。この状況、もし叔父が敵であるならば、こちらは壊滅させられてしまう。信勝様が、大殿から何を聞いて、知らないとおっしゃられておられるのか。もし、味方の確信があるならば、味方だとはっきりとおっしゃられるはずだ。信勝様の中で、叔父は徳川方であるという考えの方が強いということだろう。確かに、信勝様が大殿から最上殿が味方だと伝えられていた場合、知らないと榊原殿に伝えたということは、信勝様は最上殿を信用していないということになりますな。決まりじゃな、どちらにせよ、最上殿は徳川方だと考えて動く方が良さそうじゃ。ならば、この日の後で、叔父を罠で足止めし、水口に向かい、その間に家康を撃つというのはいかがか。叔父は俺と同じで、この辺りの地理には明るくないだろう。それが良さそうじゃな。センジャー。行くぞ。ふむ、信勝の軍勢。整然としておるな。対峙しただけでわかる。強い。見事に統率の取れた軍勢じゃ。さて、ここからは義明が動き出すまでの間、我慢勝負といこうかの。あれは、のろしか。申し上げます。最上隊より伝令。早速、来たか。これより、信勝勢に攻めかかりますゆえ、家康様につきましては、これに呼応していただくよう、お願い申し上げまする、とのことでございます。はい、わかった。これより、我が軍、信勝勢を攻める。おっと、近づいてきたぞ。罠をきれいにかわしてきたな。これは魚で持ちの結城さん。おっと、先陣を切ってきた敵は家康さん。よしよし、ひっつけて袋叩きだ。結城さんはもう一部隊を挑発して、家康さんの退路を邪魔するようにできないか。覚悟せよ。やりたい。前へ。よしよし、いい感じだぞ。もう挑発急いで、家康さんに逃げられたら面倒くさい。覚悟しろ。ご命令、始めるぞ。やりたい前へ。やりたい前へ。ここで魚で。この戦、これで終わらせる。よしよし、これでこの大久保隊とは戦わず、家康さんの退路を立てるのかどうか。どういうことじゃ。信勝勢の当たりが強すぎるぞ。大混乱に陥っとるはずじゃが。申し上げます。最上隊より伝令。何？伝令。じゃと。我が隊、日の後にて、敵は何より足止め。信勝はこちら契約をすでにカンパセリ。家康様におかれましては、注意されたし。なん？じゃ。と。最初の伝令は、技法じゃったのか。そんな単純な信勝の策に、わしは引っかかったというのか。じゃが、まだ大丈夫じゃ。一旦引くぞ。引いて体勢を立て直し、義明が罠を突破し、信勝勢に攻めかかった時に、再度、こちらも仕掛ければよい。あわわ、やっぱ逃げるか。動き早いな。やっぱこのやり方は無理かなと一瞬思ったけど、どうやら家康さんの部隊の足止めに成功した模様。家康さんの兵7000が、一気に半分くらい溶けた。気持ちよすぎる。忠助、何をやっておる、溶け。どくのじゃ。家康様、兵たちが、言うことを聞きませぬ。な、これが、義明が注意しろと言っていた、真田の挑発か。このままではダメじゃ。わしがやられる。そういうことか。信勝。奴は義明を罠にかけ、忠助を挑発し、わしだけに狙いを絞ってきた。無駄な戦いをしないという、そういうことなのか。わしを相手にして。信勝は春日山を出た時から、兵の補充をほとんどしていないと聞く。ここでも兵を温存したかったのか。わし相手ですら、通過点だったと、いうことなのか。敵の威力を知れまし。家康三部隊、三河魂を使うも、回想を始めた。もう兵が430しか残っていないぞ。始めるぞ。命が惜しく。俺の前から消える。ダメ押しじゃー。やりたい。前へ。引いて体勢を立て直す。よっしゃー。やりたい。前へ。皆、見事な戦であったな。さすかつ。兄上、一つ聞きたいことがあります。なんじゃ。最上義明は、結局、徳川方についたわけですが、こうなることは分かっていたということですか。いや、はっきりとは分からなんだ。ほほう。人の心の内など、分かるものではないからの。じゃが、義明は仲間になった者たちの中では、最も信用しておらなんだのは事実。中にいてもらうよりは、外にいてもらう方がこちらは安全じゃ。じゃから、早い段階でああいう形で出て行ってもらったってわけじゃの。なるほど。それに家康が乗っかってくれば、策として逆用もできると思ってはおったが、まんまと家康めは乗っかってきよったの。なるほど。して、兄上は、今回の戦で、一体何をされたのですか？わしがやったことは簡単なことじゃ。信勝には、義明については何も伝えず、家康と対陣した時に、のろしを上げろと文で伝えただけじゃな。それとあれじゃ、佐助を家康の陣に送ったくらいじゃ。ほほう、その狙いとは一体？義明については敵になるのか、味方になるのか、わからなんだ。何にせよ、信勝のところにいる奴らなら何とかしてくれると思っておった。じゃが、こちらが家康めの策を看破したと家康にバレてしまった時点で、おそらく家康は退却するか、義明との協撃を強行してくるじゃろう。それはまずい、家康を逃がすこともまずいし、まともに戦うこともまずい。じゃから、わしは家康相手に技法の策を使った。ほう。しかし、技法が、あの家康に通用するとは思えないのですが。そうじゃの。わしもうまくいく可能性は低いと思っておったが、敵が策を仕掛けてきた時、それを看破し、さらにそれを逆手に取り策を仕掛け返す。家康はそれをしてきたわけじゃ、うまくいくと思い込んでしまったのじゃろう。そして、こちらはさらにそれを逆手に取り、策を仕掛ける。相手がうまくいくと思っていれば思っているほど、策はかけやすいのじゃ、まんまと家康はかかってしまったってことじゃの。なるほど。まあ、何にせよ、今回も信勝の存在のおかげで勝ちを拾ったってことじゃ。差し物家康をして、信勝を前にしたとき、焦りがあったのじゃろう。技法などに引っかかるようでは、明らかに冷静さを欠いていたと言える。まあ、信勝様々じゃと、いうことじゃな。正信。は。真田の兵糧はどうなっておる？順調に減っております。真田の内情が苦しいのは間違いありますまい。もうすぐか。はい、もうすぐでございます。あとしばらくの辛抱でございます。真田信勝は水口の戦いにおいて徳川家康を打ち破った。この戦いで信勝の名声の高まりはこれ以上ないものとなった。しかし、真田と徳川の戦いはまだ終わらない。徳川家康は真田の兵糧切れを狙い、対して真田昌幸は兵糧が切れる前に徳川討伐を狙う。両雄の戦いは最終局面を迎えていた。まさか、あの徳川家康の軍勢に勝ってしまうとは。家康と対峙した時、すぐに俺は眠ってしまって、どうやって勝ったのかはよくわかっていない。いつものように、あの彼らがやってくれた。なんてすごい方たちなんだ。俺が戦を知らないこと、それを分かっていながら、何も言わずにことに当たり、そして常に勝利を掴んでくれている。なんとも頼もしい人たちだ。そして、今、牧島城という城を包囲してるところだそうだ。今は昼だけど、朝から雪混じりの強い風が吹き始めた。かなり強めの風だ。この強い風は2日続く。城を包囲している兵たちには、かなりの苦労をかけることになるだろう。その風が吹き始めた時、佐助がやってきて、父上からの新たな名誉向上で伝えてきた。どうやら真田は兵糧が危ないらしい。佐助曰く、この天候のあれを利用し、その兵糧問題を解決し、かつ、徳川の息の根を止める策、それを俺に実行させるという話だった。どうやら佐助は、この風が吹き始めるのを確認した上で、俺の元に父上の名を伝えに来たようだ。そして、その策とは、大阪城を守る最上義明、その義明に悟られることなく、大阪近くに兵を進めよ。という話だった。大阪に着いてからどうするのかと聞くと、行けばわかるということだった。それが、なぜ、兵糧問題を解決し、かつ、徳川の息の根を止めることになるのか、さっぱりわからない。肝心なことを伝えないいつもの父上だ。その後は、康政を呼んで、このやるべきことを伝え、いつもの言葉を言うことにした。康政殿、あとはよろしくお願いします。と。いやー、信勝様のおっしゃる通り、風が吹き始めてから2日後の夕刻に、風はぴったりやみましたな。はい、あの風の強さ、あのまま兵を進めるのは危のうございました。我々の判断で、風が夕刻に止むのであれば、風が止むのを待ち、夜間に兵を進め、夜が明ける前に、大阪近くに兵を到着させる。これであれば、最上義明も我らの動きに気づくことはありますまい。そうであろうな、義明からしてみれば、我らは未だ松島城を包囲していると思っているであろう。まあ、実際、まだ落とせていないしの。松島城には伊達殿と上杉殿、そして兵の半分である5000を残してあるし、あと数日もすれば落としてくれるであろう。はい、松島城を放置することもできませぬゆえ。そして、夜間に兵を進めやすくするためのこの道沿いに並べた松明、夕刻に風が止んですぐ、馬を飛ばして用意させたもの、これは康政殿、妙案でござったな。これは、太閤秀吉が、賤ヶ岳の戦いの際に行ったやり方で、これにより夜間に迅速に行軍、柴田勢を吸収し総崩れにさせたという話、それを参考に諮問した。これであれば、明け方にもつけるな、義明が万一にも気づくことはあるまい。ただしかし、こちらの兵はたったの5000、大阪城に着いたとて、天下の居城たる大阪城、落とせるとは思えぬ、信雄様はどうするおつもりなのか。はい、それについては信雄様、こうおっしゃっておりました。行けばわかる。と。なるほど。信雄様は分かっておられるのか。あとは我々で考えよ、ということだな。はい、さて、そろそろ到着ですな、夜も明けそうでござる。あ、佐竹殿。あれを見てくだされ。あれは。そういうことだったのか。なるほど。信雄様には、このことが、見えていたと、いうことだったのか。殿、ついに来ましたぞ。正信か。いかがした？はい、ついに、兵糧が切れましたぞ。誠か、待ちに待った真田の兵糧切れが、ついに来たか。でかしたぞ、正信。はい、ついに、我ら徳川の兵糧が切れました。は？ここで分かったのが、どうやら徳川軍の兵糧が尽きているようだ。いや、何を言っておるのじゃ、正信。兵糧は大阪にたっぷりあるはずじゃろう。ここ大阪城だけは、かなり兵糧を蓄えていて、かなり長い期間、信雄軍が攻城をしている、固い。大阪の義明にも、早めに隠しろに荷打を出すようにと、命を出しておるはずじゃが。はい、それなのですが、真田信雄に、してやられました。信雄、じゃと。信雄。また信雄かー。信雄は、まだ松島城を落とせていないじゃろう？大阪の兵糧と、何の関係があるというのじゃ。いえ、それが、すでに信雄軍は、大阪城を遠巻きに包囲しておりまして。じゃと。ありえぬ。どういうことじゃ。先日、強い風が吹いておりましたが、それが止んだその夜に信雄は松島城で、夜通しで兵を進め、明け方に大阪城に到着、そして、こちらの荷打を奪われましてございまする。いや、待て、松島から大阪まで9里ほどの距離があるじゃろう。それを夜に出て明け方に着くなど、そんなこと、ありえぬのではないか。いや、太閤の例もあるのか。それをやったというのか。信雄が、いやしかし、兵の移動、その前には準備というものが必要じゃ。風が吹いてる中、いつでも出られるように準備し、止んですぐに移動を開始した。というのか。いや。まさか、風がいつ止むのか、信雄はわかるとでも言うのか。いや、それはさすがにありえませぬな。そうじゃな。それにしても、今回のことはあまりにも我ら徳川にとって、運がなかったとしか言いようがなく。最上殿が早めに荷打を出そうとした時に、あまりにも強い風が吹き始めたために、荷打を出すことができなかったのです。そして、風が止んだのが、その2日後の夕刻でした。これが朝や昼時などであれば、最上殿は、すぐにでも荷打を出したでしょう。夜が近いため、翌日の朝一番、夜が明ける頃に荷打を出すことにしたようです。様々な状況を考えると、まさか、そこに信雄軍が来ているとは、考えもしなかったでしょう。押村区は、真田は兵糧切れ寸前であったということ。最上殿があの時、隠しろに同時に出した荷打。その全てを信雄軍に抑えられ、真田は兵糧を回復し、完全に息を吹き返してしまいました。それにしても真田信雄。我ら徳川の兵糧事情を知り、松島城にあって全ての気をつかみ、一手で真田の息を吹き返らせ、我ら徳川の息の根を止める。我らは、なんと恐ろしい男を、敵にしてしまっていたのでしょうか。徳川に兵糧がないから工場もサクサク進む。あかりごとなき者よ、滅びるがよ。福島正則が淡路島の洲本城に取り付いた。この月も徳川軍の兵糧がない。ああ、よかった。あかりごとなき者よ、滅びるがよ。徳川家、滅亡。こうして、真田家は天下を統一した。真田正幸は武家の棟梁となり、江戸に幕府を開くことになる。二代将軍は、真田幸村となった。真田信行は徳川家に長くいたため、正幸も将軍を継がせることをしなかった。信行は大阪城に入り、主に日の本の西側を任されることとなった。多くの徳川諸将たちも大阪に入り、信行の下で働くこととなった。信行は多くの徳川諸将たちから慕われる存在だった。そして、真田の部活に付き従った諸将たち。その大きな功により、日の本の東側、江戸のお膝元といえる重要な地域を任された。彼らの得た石高は200万石とも300万石とも言われる、榊原康政にも、同等の治療を与えるという話になりはしたが、老臣権を争うは亡国の兆しなり、と言って断り、真田の部活のそばで使えることを選んだという。そして、徳川家康は、というと、他の徳川諸将たちと同じく、大阪に入り、真田信行の下で働くこととなった。小山田重政夫妻も大阪に入り、信行や幸村の姉である村松殿は、主に家康の世話をしていたと言われる。家康は、真田に対し、よからぬ企みを考えるのではないか、処断した方がいいのではないか、という声が多かったが、家康は、徳川家を潰されて以降、真田に対し、牙を剥くことは決してなく、非常に従順だったと言われている。そして、あおりの川原。挑発で真田家を盛り立てた重臣で、多くの戦で活躍した。川原綱家は、その大きな功から、真田正幸より、真田姓を与えられることになった。そして、幕府成立後は真田の部活に仕え、政務においての部活を支えた。そして、川原綱家。真田綱家の子孫たちは、仕事はできるが、人を怒らせてしまうことが多かったようだ。それは、喋りを見て苛立たせるだけでなく、その子孫たちが書く文章も、読む者に苛立ちを与えるほどだったという。そして、真田の部活は、幕府成立後の大藩主である、佐竹、伊達、上杉、彼らから江戸を守るため、そして西側からの攻撃に備えるため、要衝である甲斐を任されることになった。彼らの真田に対する忠義は非常に厚く、裏切るどころか、真田政権を長く存続させる大きな要因の一つとなったわけではあるが。そして、信勝は甲斐にいると言っても甲府ではなく、静かな小菅城にいることが多かった。そのことから、信勝は晩年、小菅黄門様と呼ばれ、安寧の時を得た日の本の、海岸沿いを練り歩き、空と海を眺めて回り、それらを堪能したという。信勝の、ささやかな夢は叶ったと、言えるだろう。いやー、あの信勝が、中納言に任官されるとはな。信勝の名声はすごいものですからな。今日はその任官の儀を、信勝のいる小菅で行うということで、私は公家殿を今日から案内して参りました。それは、大義をのう。俺も兄上の命を受けて、その儀に参加するわけなんだが。さて、甲府までは来たけれども、ここから小菅までが、山が険しいゆえ、さらに大義なことになるぞ。まあ、仕方がありませぬ。ぼちぼち向かうとしますか。あれは。信勝じゃないか、何をしているんだ。我らは今から小菅に向かうところだぞ。叔父上、兄上、遠いところご足労いただき、痛み入ります。しかし、しばらくするとここらには大雨が降りますゆえ、念のため知らせに来た次第でございます。ほう、そうなのか。はい、土砂にも気をつけねばならぬほどの雨、小菅に向かってはなりませぬ。ここ甲府で雨をしのぐのが、よろしいかと。ほう、今はこんな天気がいいのに、ここから雨が降るのか。どうした、信勝、怪げな顔をしてるが。いえ、叔父上と兄上。空と風の状態がどうなるのか、なぜか、お分かりになっていないご様子。それがちょっと、気になりまして。あ。わかるに決まってるぜろう、よいか、信勝、それがわかるのはお前だけではない、源三郎も源次郎もじゃ。真田の血を引く者は皆、先の天候が読める、わかるか、信勝、いい気になるんじゃないぞ。と。何やってんですか、父上。いや、何を言ってるんだ、信勝、わかるに決まってるだろう。そうだぞ、これは、お前を試してみただけの話だぞ。って、天候を読めるのはお前だけじゃない。いい気になるんじゃないぞ、信勝。